はい、こんばんは、みんな。音も声も聞こえなかった。はい、こんばんは。お父さんじゃねえよ。いつお前の父親になったんだよ。お茶あるかな、見てくる、お茶。あ、お茶、俺も欲しい。あるかな。風船プレゼントありがとう。サメちゃん釈放。あ、本当に。あ、そう。あ、よかったよかった。本当に。あ、見てみるわ。あ、よかった。あ、そう。世界で可愛い。あ、マジだ。釈放なう。今回また多大なる迷惑。あ、本当だ。よかったよかった。あ、そう。ね、安心だ。一安心だね。配信はしてないのかな。配信はまだやってない。やってないか。あ、よかったよかった。無事だったんだね。いくしかなかったからこれにしよう。あ、いいよいいよ。のぞみは？え？のぞみ。いや、セットでしょ。セットね。あ、のぞみが配信してなんだ。最近大手が騒がしい。あ、アイラだ。アイラだ。違うんだよ。アイラが今日昼間ね、アイラがなんか俺にトツかけてきて、あの仕事中に。で、なんか昼休憩10分後ぐらいだったからかけ直したの。そしたらなんか、ワード何やってんの今っつって、いや、まあちょっとあれだけどって言って、今話せるって、いや、いいよって言ったら、うねちゃんマンのモノマネ対決しようぜって言われて、いや、アイラっつって、いや、別に構わないけど、全然いいけど、俺仕事中なんだわっつって。そしたらなんかアイラが、あのいや、お前仕事してねえじゃんとか言われて、いやいやいや、アイラふざけんなっていう話をして、ちょっとうなちゃんマン対決やろうか。電話するわ。アイラと、で、アイラとやろう。もしもし？もしもし？何？いやよ、おい、お前よ、お前、俺がよ、お前、昼間働いてる時によ、お前、電話すんじゃねえよ、この野郎。おい、いや、いいなぁ。いや、ちょっとは良くなったよ。アホ、いや、おい。なんでおめえよ。なんだよ、言いたいことあんの？そうはねえよ。いいのかよ、おい。何の用だよ。はあ？お前、バカ、お前バカだね、お前。そんな、お前レパートリー少ねえな、おい。なわけるけ。お前、こんな、お前バカ、お前。あ、なら、いいよ。モンキーまたぎに来いよ、あるから。モンキー、いいよ。バカよ。おめえの、お前、おい、この野郎、てめえ、おい、ガッツガツにしてやっからよ、おめえのモンキーよ。ちょっと待って、お互いさ、これさ、もうちょっと練習してからやらない？これ。あのさ、うん、互いに言うならダメだよ。いや、互いに言うなの方が面白いでしょ。絶対互いに言う。いや、でもキャッチボールが成り立ってないよ。成り立ってなかったね。いや俺も準備不足だった今。いや、俺も今放送開始もう2分ぐらいだから今。知ってるよ、エンジンかかってないけど。違う、お前がいきなり仕掛けてくるからやるしかねえだろ、こっちは。
いや、まあ、昼間かけるのは悪いけども、まあ、夜、もう少し温まってこっちもね、そうだね。余裕が回った頃にもう一回やりたいかな。そうだよね。なんかもう、すごい今、ちょっとね、わかんなかった空気ごめん。もうちょっと、なかったことにして、後でやろう、これ。後でね。温まったらじゃあ、かけてきて。温まったらかけるわ。いい感じの時。いい感じの時だ。いい感じの時。お疲れ。はい。なんだこれ。なんなんだこれ。いやでも俺思ってたよりアイラ似てたな。話す内容決め、違うんだよ。お互いね、やっぱね、あの、モノマネってさ、限定的になるから。いや、俺思ってたよりアイラ似てたよ。似てた。ちょっと面白かったな。そうだね。ちょっとトークテーマが、トークテーマっていうかね、レパートリーが少なすぎてね、お互い何やってんのか分かんなかった。なかったことにしよう、これ。これはこれで面白かったけどね。グダグダ感がね。アイラ最近閲覧増えてきたね。今日みんな、あの、アイラ見に行ってあげてね。アイラ普段見ない人は。アイラ今日リスワン取れるから。応援してあげて。アイラのこと。似てたと思う。いや、俺、なんか、アイラ、なんかモノマネ苦手だと思ってたけど、結構クオリティ高いなと思ってびっくりしたんだよね。ていうか、うなじゅんまんのモノマネって誰でもできるからね。じゃあ、俺、ゆいがで行こうか、今度。今度、ゆいがで行こうか。アイラに。それ面白くない？おう、おう、おい、お、俺が、ああ、まあ、そうっすよ。あやって。あの、初期の頃の。うなちゃんマンとゆいかさんの初期の絡み超面白いんだよね。なんかね、お互い牽制し合ってるんだよ。なんか敬語使い合ってて。はい、たくみさんいらっしゃいわ、どつ。あれ面白かったな。あ、でもだんだん分かってきた。今日ね、アイラね、多分リスワン取れると思ったから俺に突かけてきたんだわ。で、今ね、多分ね、ジェダイってやつにね、あの、抜かれそうだったからね、追い打ちかけに来たんだよ。偉いよね。300万稼いでもまだやっぱ配信者として上に行きたいっていうさ、この、稼いでるわけじゃん、ぶっちゃけ閲覧はないかもしんないけど、ふわっちで一番稼いでるんだよ。いや、パイセン乗ってきたら大丈夫だよ。いや、だからよ、お前、オタネコよ、俺がいつ似てねえとか、お前、バカ野郎、おめえ。なんだんだから。俺もだから配信始まって12分だから。全然スイッチ入ってないから。パイセン微妙？やっぱウナでしょ。やっぱウナですよ。チャンメーンだよ。あれ？おすすめの人気って変わった？なんでこの人が24位なんだろう。なんか仕掛け変わったな。おすすめに乗る。え、なんだろうこれ。あ、あれ？新着順にしたのか。あれ？なんだろうこれ人気順。今はなんだ？バグか？なんで閲覧24のやつが。ちょっと似てるでしょ。俺一番好きなのが、パイセンのロリコンの下りのやつ知ってる？知らない。超面白くて。なんかもう、あの、なんつうの、古い、昔のさ、バーでさ、はい、お前の ID はよ、全部、こっちはツール使ってっから、全部筒抜け。お前バカだね。お前のコメントで、うちのシステム使うから、行くぞ。行くぞ。な。おう、お前は、おう、普段、お前ね、ロリコン JK とか、お前、ロリコン JK とかでお前検索かけてるの、お前気持ち悪いやつだなっていう動画が流れるの。要はリスナーに対して、なんか特定して、お前のパソコンハッキングして、なんか、検索ワードにロリコン JK っていうのがひたすら入ってるってディスるのね、まず。その動画を見せられるの。その時点で面白いじゃん、ちょっと。ああ、おめ気持ち悪いやつなの、おめロリコンじゃねえかよ、この野郎とか言ってずっとディスるの。で、その数日後の繋げた V が面白くて、キャプチャーしてるんだよ、ゆいかさんが。で、ニコ生のニコ動を流すところに、あの、検索窓にカチッと押した瞬間、JK、ロリ、JK とかずっとズバーって出てくるっていう、お前だわっていう。だから、配信者ってさ、あの、相手のことディスったりとか批判したりするときって、自分のダメなところを出すんだよね。だからよく評論とか、その、なんつうの、人の話題をしてるときは自分を映し出す鏡だと思った方がいいよっていうのはよく言ってる、俺は。コメントしろよ。バカかよ。やりづれえわ。何やってんだよ、この35人。
なんだあれか、誰と被ってんの、誰とあれやってんだろう。うん、フルシカとか。はい、こんばんは、千本さんいらっしゃい。みんなプロ見てみんなプロ見てんのかな、ティロってる、ティロってんのかな。ヒカルくんじゃない。俺香川さんと被ってないよ多分あんまり。いや結構被ってる、被ってる、うん、ティロ、ティロ監視しようか俺も。ティロってんのかな、ティロってんのかな。いや被ってないよ、被ってない、被ってない、全然全然被ってないよ。いつも被ってる。うん、全然被ってない、全然被ってない。香川さんとお互いプロだからでも俺香川さんの言ってるプロっていうのとは意味合いがちょっと違うよ俺。ぶっちゃけヒカルくんの方が被ってると思う正直。ちょっと待って、ヒカルくんは、あー、ヒカルくん被ってないかな。あ、痛い身補強いらっしゃい、こんばんは。なんだろう、金曜日だからかな、被ってないね。あ、マナユとか被ってるかな。パイセンはトークが面白くなって気がします。いや、っていうか、パイセンはもともとトークが面白いんだよ。あのね、結構、そこを誤解されてて、トーク力あるんだよ、あの人、昔から。だけど、その、炎上系のが人気になっちゃったんだよ。もともと喋れますよ、パイセンは。ヒロさん、本当に怖かった。昨日の和道さんも。なんか、香川さんが怖いって、何があったの、何かあったの香川さん。振られてやけくそ。やけくそになってたの、昨日。なんか焼け酒飲んでるっていうのは、飲んだんから送られてきた写真で分かったけど。美味しくなかったでしょ、日本酒。飲めなかったでしょ。なんで嘘ついたの。飲んだよ。どれくらい飲んだ、ちょこっとでしょ。茶碗一杯。茶碗一杯かよ。酔っ払うの酒飲んだら。え、もう、酔っ払ったらどうなるの、飲んだは。意識がなくなる。だから寝るタイプだ。あ、寝るタイプね。俺はもうひたすら喋ってるからな。だからあんまり変わんないんだよね。強いじゃん、ほら、お酒。いや、日本酒は強いけれども、ほら、俺40度とかのお酒飲むから。香川最近どこに向かってるのかわからない。いや、香川さんは逆だよ。安定してるんだよ。安定。どこに向かってるかじゃなくて、いいんだよ、今で。俺、香川さんの黄金期、今だと思うよ、正直。だから、どこ、ね、毎回同じ人数いるもんね。そう。で、しかも、300以上は確実じゃん。で、ふわっちででしょ？で、チャンネルも持ってるでしょ？他にも、なんだ？パチンコの仕事とかもあるし、違うんだよ、逆だよ、完成形なんだよ、今が。だと思うよ。ティロさんはプロだと思う。プロでしょ。どう考えても俺より、俺の多分5倍ぐらい稼いでんじゃないの。香川さんで100万稼げてなかったら俺笑うよ。香川さん稼げてると思うよ、100万ぐらい。行ってないのかな、どうなんだろう。100万行ってんじゃないの、うん、裏っ引きとかも含めたら。行ってるだろ、さすがに。あれをプロじゃなかったらどこがプロなんだよ。がね、安定してるから。あ、そうそう、チャンネルはでかいんだよ。あのね、解約なかなかしないから。ああいうね、チャリンチャリンビジネスってそこなんだよね。携帯代と一緒にまとめて払ったりとかするから、ずっとね保留にしといたりとかするから。ポンさんいなくなったらヒカルくんボコボコだった。いや、何の話か全然わかんないっす。わかんない。俺ね、みんなね、あのニコ生の話題振るけど、配信の話題振るけど、俺詳しくないよ。あのね、働いてるし、みんなさ、昼間ぶっちゃけ2時間ぐらい、2、3時間放送やる以外は、ずっと監視してるんだよ。で、ネタ探してんの、みんな。だけど、俺それやる時間がないのよ、本当に。羨ましくてしょうがないのよ。だって、不利じゃん。時間拘束が圧倒的に短いわけだから。だから羨ましいよな、配信に専念できる人は、本当に。本当に今、羨ましい。もうほんと24時間分回したいもん。あ、みゆみゆ了解、オッケー。働きながら配信きついからさ、配信頻度減ってるわけじゃん今。きついよ。だってさ、なんかその配信ってなんかだらけてるだけだと思ってる人いるんだけど、全然違くて、
結構大変なんだよ。うん、別にノンタンと喧嘩してないもん。うん、働きながらっていうか、まあ時間があればあるほど有利だよな、ぶっちゃけた話。だからさ、緑さんなんか1日30分しかやんないわけじゃん。やって2時間とかでしょ。で、企画の時にちょっと長めにやるって感じじゃん。あれだから時間効率的に言ったらいいよな、あれ3、40万稼げてんだから。だって他にバイトでも何でもやったらさ、プラスアルファじゃん。で、奥さんも、奥さんは無理か、二人子供いたら。ニセアカさん？あ、エセアカ？エセアカはまあまあ稼いでんじゃないのかな。ちょっと見てみようか。マンスリーランキング見たら大体収入分かっちゃうからね。エセアカどこだ？エセアカ。エセアカが、まあ25万ぐらいかな。多分エセアカで、あ、25万以上か。多分だよ。30万いかないぐらいだと思う。28万とかだと思う。ノエルは最近やってないね。ノエルやってない。だいたいマンスリーランキングの金額よりも確実に低くなるんですよ。うん。だからアイラは300万いったかいってないかだと思うよ。でもまあ、なんだろうな。ほら、フワッチができてから逆にそう、誰がどれくらい稼いでるか分かるようになってたけど、昔は分かんなかったからね、正直。誰がどれくらい稼いでるかとか、その、ぶっちゃけた話、スポンサー、太いスポンサーがいたら、ボーンってもらえるのが配信っていう世界だったから、今そうじゃなくなってきてるんだよ、だんだん。その、1000円とか500円とか10円とか1円とか、もう自分が出せる金額を、本当にその、支援できる時代になってきてるから、よく言われてるのが、昔は本当に太い囲い一人か二人いる、ゲットするっていうためだけに閲覧を増やすって考え方だったんだよ。ニコ生とかだと。主流になってた考え方。だけど今は別に閲覧取らなくても、本当のコアなファンがいたら、その食っていけるっていう時代に転化してると思うよ。確実に。だから時代が変わったんだなぁと本当思うね。アイラまだまだ収入増えるだろうな。うん。閲覧伸びてきた。アイラが覚醒してるから。アイラはね、ほんと100人いかないぐらいは本当はキープできるんだよ、あいつ。はい、ワード2。ここでいらっしゃい。アイラはまだまだ伸びるだろうな。逆に旬だよね。ガチ勢だからな、アイラは。でも、最高金額じゃないの？ふわっちで月300万ってこれ。現時点で。あと10日残ってんだよ。150万コースでしょ？やばいよね。500万いくんじゃないのこれ。はい、ワード28いらっしゃい。たまたま見たとき、風船とバーガーをプレゼントのコメントだけだった、エセアカ。あ、エセアカはね、なんかね、たまーにそのラッシュが来るって感じかな。月1回ぐらいバーって急に来んの。そう。羨ましいよね。あんだけガッチャガチャに風船とか花火とか。もうだって、そういう時の放送、アリザイスしか言ってないからね、あいつ。何が面白いんだよと思うもん。アリザイス、アリザイスとか言って。クキザイス。クキザイスとか言ってるだけじゃんね。うん、なんだっけ、花ビーヤーだっけ。なんかそんなんもあるよね。そう、なんだそれとか思って。何が楽しいんだ、この放送のって。金梅さんがストッキング被ってた頃が黄金時代。あの頃じゃないと思うよ。っていうのも、配信者が相対的に増えたのが今一番多い数だと思う。ニコ生の全盛期よりも配信者の数が爆発的に増えてるから、配信者が群雄割拠の時代は今だと思ってる、俺は。戦国時代って言ってもいいし。今が多分配信一番その人が多いでしょ。うん、これはキビーとか、花ピーヤーか。エセアカ配信の悟りを開いた。そうなの？俺全然見てないからわかんねえわ、最近のエセアカ。被ってないんだよね。多分働いてる時間にやってんじゃないかな。夜中とか。あ、でも昨日だけで5万稼いでるよ。エセアカ。すげえな。グダグダやってるだけなのに、グダグダやってるだけで5万はすごいよね。まあでもほら、
いつも言うけど、あの流行り廃りだから、結局配信者っていうのはその旬な時期とかがあるんだよ。だけどあの大手になるやつとか、ある程度万人コンビ作れる実力があるやつっていうのは、あのやっぱね、しぶといよね。しぶとい。はい、ワード2。そう、息が長い配信者はある程度食っていけるよ、やっぱ。だってエセアカって腐ってもエセアカだからね。エセアカイコールアホキャラ。でも俺未だにアホだと思うけどね。未だにアホ、アホは、アホだよね。エセアカはだから外配信もっと増やせばいいのにって思うよね、顔出しと。なんで急にその画像系に、だから天然なんだよね、あいつ。本当に。多分ね、あの、なんだ、なんとかとか、ほら、添い寝系の真似してるんだよ。バカなんだよ、あいつ。本当に分かりやすいバカなんだよ。単純だよね。単純なんだよ、そう。あんま考えてやってないんだよ。俺、あとね、関慎吾が結構本調子で、ふわっちに気づき始めたから、関慎吾もう完全に来るね。俺の予想。あ、加納栄子近いかもな。加納栄子よりもイケメンだけど、ちょっと近いっていうのはわかるな。キャラ変したいんだろうね、多分。ね、なんか多分、引っ越して特定されたくないっていうのは。ああ。もうさ、そういうさ、浅はかな考えの時点でもうダメなんだよ。だって配信やってて特定されないなんてありえないじゃん。有名になって特定されなかったやつなんか今までいなくない？なんかいつも語ってる。なんか、あのさ、俺語り系の配信者なんだけどさ、気に入らないなら見なきゃいいじゃん。なんなの？いつも語ってるって。俺だって語りで食ってってきてるしさ、ずっと語りのスタイルでやってきてんだけど。外配信のためにパソコン買ってもらったのに。あ、そうなんだ。ね、でもさ、外配信のためにパソコン買ってもらうけど、最初の1ヶ月間のうち3回ぐらいしかやらないのデフォじゃん。ヨッサンもそうだったじゃん。レッツノート買ってもらって。あ、ハチハトありがとう。ヨシエは最高だよね。ヨシエさん大好きだよ、俺も。ハトありがとう。言葉数をお金に換算すると和道はすごいよな。だから、割は合わないぐらいの情報量は提供してると思うよ。情報量は多いと思うよ、ここは。あと、普段、周りの雑談界隈って結局さ、配信をああだこうだ語ってるだけじゃん。ぶっちゃけた話。誰々さんがどうとか、だでもない、こうでもないとか、誰が嫌いとか好きとか言ってるだけじゃん。だけど、俺、極力それやらないから、薄利多売っていうか、俺は、あんまりその、なんつうの、みんなに、その、負担になるよりも、よく言ってるのが、月収の100分の1ぐらい投げてくれって言ってるよね、アイテムを。みんながヘビーで見るんだったら、もうそれこそ1週間に3回ぐらい見るヘビーリスナーだったら、毎日見るヘビーリスナーだったら、収入の100分の1投げてくれると嬉しいと。だから10万稼いでるやつ、バイトで10万しか稼げてない学生は、ね、暇つぶしでゲーム買うより安いんだから1000円払ってくれよって。で、20万稼いでるやつは2000円ぐらいアイテムくれよって。そしたら、俺、本当にずっと食っていけるから、その1000円を1ヶ月で細かく投げてくれって言ってるよね。お、マニアいらっしゃい。サンバのイメージ。ああ、そうだね。まあ、サンバっていうジャンルを作ったの、関慎吾だっけ？何これ？カイロ？何ボーナスって。ブースカさんいる、ありがとう。何これ、カイロって。ハートありがとう、つみちゃん。こんばんは。新アイテムだ。新アイテムだね。ヘラス口を叩いてるとノンタンにも逃げられるよ。はい、ブロックでーす。さよなら。いりません。君みたいなリスナーは必要ありません。これね、本当なんだけど、あのね、いらないリスナーを排除してたら配信うまくいくから。昔は、かそるのが怖くて、本当にブロック一切しなかったの。マジで。今余裕でやったの、もう開き直って。全然配信環境いいよ。アンチはね、いらない、今の時代。ほんと、ただの邪魔だから。盛り上がんねんだもん。盛り上がるんだったらいいよ。そういうタイプだったら、うなちゃんマンとかゆいかさんみたいにこなせるんだったら。俺はね、向いてない、そういうタイプ。そういうリスナーいらない。普通にコメントしてくれて、普通に会話が楽しめる人。で、なんでそれに気づいたかっていうと、アンチコメントとかくだらないちゃちゃ入れるやつってフォローもしなければ、アイテムもくれなければ、何の役にも立たないの。ただ放送の邪魔だけするんだよ。ほんとそうそうそう、ニコ生で見てくださいっていう。っていうかもうニコ生から出てくんなって感じなの、俺からしたら。
ニコ生ってそういうサイトなんだからさ。そう。だから結局応援する気がなかったらさ、結局お互いにとってメリットないんだから、向こうもイライラするだけだし、こっちもイライラするだけだから、別にいらないよっつってんの。うん。語る配信してる和道さんの方が見てて直す。あ、ありがとう。おた猫。だからなんかアンチをするのがかっこいいみたいな文化あるじゃん。なんか知んないけど、2チャンネラーとニコ生って批判するのがかっこいいと思ってる、なんか中2病、中3病か、中学3年生ぐらいの男みたいなやつばっかりじゃん。なんかとりあえず否定するのがかっこいいみたいな。そんなのさ、社会で通用しないかんね。本当に。音出てる。おい、たっちゃんいらっしゃい。うん。なんか不具合だったみたいね。うん。ダメだったみたい、さっき。お、なにこれ、温泉だって。おお。え、なにこれ、温泉って。ちょっと待って。ダンベルやろうとしてる。体が反応したんだけど。え、なにこのアイテム。え、このアイテム何？限定アイテム。限定アイテム。何これ。ちょっと調べるわ。あったか温泉。26日まで。3000円ってことは、1500円。1500円だから、3回、サブロック、18、18回やります。すげえ、ありがとう。超だけ、高いアイテムじゃん。うわ、すごい。ハッチ、ありがとう。ニコ生のオワコン感やばいよね。あ、そうそう、なんか、さっき、どっかのコメントで流れてたんだけど、ふわっちって花火一発ってさ、折半だったじゃん。600円入るようになったって本当？なんか、運営が、みんな知らないか、配信者じゃないから。なんか今までは、ふわっちと配信者折半だったの。それが、配信者に600円入るようになったって聞いたんだけど、誰かその噂聞いてる？逆にふわっちだと外配信とか受けない。全然受けないんだよ、それが。今回の温泉でボーナス出ると5分間おすすめ。あ、それだ！それでさっきここにカソナマヌシがいたんだ。1位にいたの、カソナマヌシが。で、ぶっ壊れた、ぶっ壊れたって言ってたんだよ。あ、そういうことか、いい仕組みじゃん。っていうかね、それをね、もっとガンガン露骨にやるべきなんだよ。そしたら、まあ、ずーっとアイラがおすすめに乗ってるんだ。なんかずーっとアイラ1位だなって。あ、だからでもアイラ閲覧増えてんじゃないの。それあるかもね。ちょっとどいて。ごめんね。いきます。太郎さんいらっしゃい。600円聞いてない。おい、高橋さんいらっしゃい。2、3、4、あ、ちょっと待ってね。ハッチさん、温泉ありがとう。ありがとう。ありがとう。2、3、あ、筋肉痛残ってんな。4、5、6、7、8、9、10、ダンベルやだ。11、12、13、14、15、16、17、18。ありがとうございます。課金率がね、誰かが変わったってコメント打ってて、香川さんのところだったかな。6対4とか書いてあったよね。で、減ったのって話題になってて、調べてみようか。運営の、おすすめに絶対載ってるはずだから、変わったら。いや、でも500円だと思うんだよな。どうなんだろう。お知らせ、運営。アプリアットデート、コラボの改善のお知らせ。コメント入力ずれる不具合。ああ、なるほど。いや、そんなサービス利用上の注意。あ、禁止事項増えたんだよね。あのね、ディスしてね、運営からやめてくださいっていうのが増えたらしいよ、なんか。利用規約が、ちょっと、規制がきつくなったんだよね。嵐行為とか。過度のアカウント取得、ランキング操作。なんだろう。あー、ていうかこれ、鮫島さんのことだな。法令守れとか、撮影禁止の場所とか。要は、鮫島事件でまた、鮫島さんがルールを厳しくしたんだと。風営100個200円、配信者に2ポイント、バーガー10個、配信者5ポイント、パフェ、配信者に11ポイント。これ加算ポイントだね。これじゃないんだよ。このポイントは加算ポイントなんだよ。だから、現金化できるポイントとは違うの、これは。要は公開されてるポイントなんですよ。俺が話してんのこれのことじゃないんだよね。どこに書いてあるんだろうな。でも、乗ってないから噂っぽいね、なんか。
多分ないわ。64になったらもっと事件になってるはずだもんね。鮫島さんやっと逮捕が終わって釈放されたんだよ。牢屋の中5日間ぐらい入ってたんだから。うん、あの金梅さんの家にリア突して、でなんか合鍵使って勝手に入っちゃったんだよね。外配信のメリットとデメリット、外配信のメリットとデメリットか。やっぱり昔で、でもね、今ね、だいぶ状況が変わってきてるから、はっきり言ってデメリットはない。メリットもない。うまくやったらキラーコンテンツになるし、合わなかったら雑談家でやってた方がいいと思うんだけど、普通のジャンルなんだよ、外配信。で、昔で言ったら通報されるとか、もう祝電が半端ないとかあったんだけど、今逆にそういう文化がふわっちの中でダサいってなってるし、大人なリスナーが多いから、だからあんまりデメリット感じないかな。でも俺は家配信の方が向いてるなとは思うけど。っていうか外配信やろうとするとリスナーさんが家でいいって言うんだよね。家の方が面白いって言ってくれて、だから大人なリスナーが多いんだと思うよ。そういう意味ではあの FC2 とすごい似てる。 FC2 配信って外配信すごい少ないんですよ。キャスって外配信ばっかりですよね。それ携帯電話だからでしょ、多分。携帯電話でどこでもできるからっていう利点があるからだと思うよ。でも外配信つってもさ、別に何かやってるわけじゃないじゃん。ニコ生で言うとこの外配信で企画ものでちゃんと構成考えてやるって感じだから。あ、サメジャムさん始まった？はい、いってらっしゃい。うん。お、始まったか。本当だ、大変ご迷惑をおかけしました。いや、よかったよかった。どうなったんだ、ちょっと覗いてみよう。俺もコメント欄見てみよう。今日は盛り上がるんじゃないの、鮫島さん。疲れてるな。ゲッスルしてるよね。なんかさらにゲッスルしてるよね。ダメージが半端ないね。あ、いや、鮫島さんの方が被ってる。だから俺今一番被ってるの鮫島さんだわ。うん。ってことは鮫島さんやってなくても俺は見られてないってこと。ただ単にかそってただけなんじゃないの。ただ単に人気がなかっただけじゃんこれ。ふざけんじゃねえよ。ふざけんじゃねえよ本当。みんなお出かけなんだよ。あーかもね、女子が。あーあ、はいはいはい。そういえば男ばっかりか。うん、普段のババアがいない。俺のメイン客層であるババアがいないわ。確かにどっか行ってるんだな、ババアが。金曜の夜。ああ、そうなんだよね、土日もいないんだよね、和道ギャルズという名のババアたちが。俺のメイン、かわいいかわいいババアたちが。血まなこになって集めたババアたちがね、うん。キッズがいたりさ、ほら、あれがいたりするから。うん。金曜日だよな。キッズを寝かせない。まあ、今日まったりやろうよ、さ。よいしょ。あったけー、うん、もふもふ仲直りしたんだね。全然喧嘩してないもん、うん、外配信ってリアルの絡みを閲覧するだけだから面白さを感じないんですよ。うまい外配信は面白いよ。あのね、下手なんだよ多分。おたねこさんが見てる要はね、技術持ってるね配信者が少なくなったっていうのも、なんかね、素人なんだよ配信者が。むくじゃね、閲覧やばい、やばいね。多分ね、今1500超えてると思うよ。金梅さんのもう取り込んだから。あ、1300だ、すごいね。うん、バブルだよバブル。いや、でもこれで一皮むけたと思ったよ俺。鮫島さんもうふわっちで不動の地位を得たよね、すごい。うん、しかもなんか囲われてるよね今、鮫島さんの。あ、鮫島さんっていうか金梅さんがすごい暗地化してて大変だもん。でもいい構図じゃない？なんか鮫島さんもうなちゃんもいなくてさ、しょぼーんってなってたしさ、なんか新しい盛り上がり方しそうだよね。
サメ島金梅って絡みあんまよく分かってなかったから俺。過去にあったなんか。聞いたことないよね。多分初絡みだと思うんだよね。おすすめ乗らなくなってない。いや、あー分かんない。俺あのハートマークつけてるから、フォローしてるから上についてるけど、もしかしたらおすすめ規制になってんのかもしんないね。映ってない？俺自分のアカウントはもうフォローしてるから上にバーンって出てるけど、おすすめ規制食らってんのかもしんないね。ちょっとそれ分かんないわ、どうなのか。おすすめ規制食らってて1300すげえな。おすすめ乗ってないんだ。すげえな。いやでももう戻ってきてよかったよね、なんだかんだ。フォローしてないと乗ってない。じゃあなんかあの規制食らってるんですよ多分今。そりゃそうだよな、大事になってるわけだから。俺はフォローしてるからバッチリ乗ってるけど、今トップだね確実に。1400人ぐらい見てるから、ぶっちぎりトップだよ。で今みんなの目から見えるのは香川さん、光くんか、順番的に言うと、香川さん光くんとかだね。突者さんと抱きつく配信ってなんだろう、知ってる？知らない。ああその外配信やる人がってこと？ああもうくだらないよね本当。なんかそのキャスのなんかリアトツのノリとかもあんま好きじゃないんだよね俺。あ検索かけないと見れないんだ。世界で可愛いサメちゃんで。サメ島さんは面白いでしょ普通に。逆になんかサメ島さんを知らないって結構潜りだと思うよ。横山みどり、うなちゃんまん、石川のりゆき、なんだ。まあだからその、名前が載ってるの一通り見てないと、にわかですよ、ただの。ねえ、ふわちんも規制あるんだね。知らなかった。規制を作っちゃった。規制を作ったんだろうね、多分。初めてルールができたんでしょ。規制っていう。でもなんかフォロワーの数が3000人ぐらいになってたから、多分今3500ぐらいになってるはずだ俺の予想。だからもう不動の地位は得たよ。2500人だ、全然いってねえわ。でもふわっちのアプリのダウンロード数って5万なんですよ。でアクティブユーザー俺3万だと思ってんの。3万人のうち2500人がフォローされてるって結構すごくない？俺が5万人のうちの1000人だから、まあ大体50人に、ふわっちをやってる人も50人に1人がフォローしてくれてる状態。どうだった？元気そうだった？いいよ、全然。あの、サメ島さん見ても。全然。もうまったりまったりやるから、こっちは。スイッチガン切りですよ。スイッチガン切り。俺は後でアイラとうなちゃんまんモノマネで盛り上がるだけだから。いやよ。アイラはよ。バカだ。飲んだ電車で来たの、うん、遊び行きたいねどっかね、うん、今回のは僕が悪いって金梅さんに申し訳ありませんって謝ってた。あそう、うん、あじゃあ今回のネタ引っ張らない系なんだ。おお。ガチで反省してる系じゃん。ガチで聞いちゃったパターンじゃねえかよ、牢屋生活が。うん、ていうか多分あれだろうね、それは。あの、警察で被害届あげる時の、あれだったんだろうね。うん、まあ、あと反省したんだろうな、本当に。うん、なるほど。じゃあ、このネタが先に続くことはなくなったわけだ。まあまあまあ、いいんじゃないでしょうか。はい、ワード2、ゴンタさんいらっしゃい。いらっしゃい。
サイト作んねえのな、ほんと。サイトほったらかしすぎでしょ、俺。金かけてね、アカウント代払ってるのバカバカしいよな。全然更新してねえわ。フッターちょっと太すぎるかな。アイラがウナモノマネ対決って電話しただろ。なんでさ、そういう言い方なの。なんでさ、そんな初対面のやつにさ、なんか慣れ慣れしくそんな言い方されないといけないの。なんで上から目線なのか全然よくわかんないんだけど。知らない人とさ、知らない人と話すんだからさ、もうちょっと言葉選んでくんね。気分悪いわ。ワードプレスいじくると面白いですよ。ワードプレスで作ってる。ワードプレスでやってる。会社でね、作ってる方はね、ある程度形にしたんだよ。そう、今自分のサイトをね、全然やってないの。会社で作ってるのはこっちなんだけど、こんな感じ。こんな感じ。かわいい。かわいいでしょ。かわいいでしょ。かわいいでしょ。っていうか、アシカくんのさ、LINE スタンプ新しいの見せたっけ、うん、見せたっけ。かわいくない？かわいい。流行んないかな、これ。1万ダウンロードとかいかねえかな。1万ダウンロードとかいかねえかな。今年のベストってなんだろう。何これ、過去3ヶ月のベスト。これか。これ結構可愛く作ってるでしょ、うん、これ可愛いでしょ、可愛いでしょ、可愛いでしょ、前のが文字がちょっと入ってなかったりとか、ちょっと雑すぎたから俺がリリースするのに。さあ、ワードプレスとかやってます、おたねこさん。あのさ、ぶっちゃけた話、俺ドメイン代が5000円ぐらいで、サーバー代が4000円ぐらいかな、なんだけど、年間1万円ぐらい回収できるかな、俺アドセンスとかで。どう思います、いけるもんなの、そのサイト運営って。あんまりやったことないんだけど、どう思います。な、YouTube と違うんだよね。なんか、ホームページのアドセンスって高いんだよ。1クリック1円とかなんだよね。サイト、アドセンス。1クリックでいくらぐらいなんだろう。イチャイチャを眺める配信らしい。何が？ワドさん、平成の次の年号って何になると思います？超能力者じゃねえんだから分かるわけねえだろうがよ。それ分かったらすげえだろ。その能力だ、俺がさ、年号当てたらすごくねえか。絶対分かんないでしょ。なんだろうね。1万 PV で4000円から、5万 PV いったら1万円になるって。だったらいけそうじゃない？俺だって1ヶ月さ、ニコ生とかさ、あれだよ、10万 PV とかだよ。そんなのわかるの？アドセンスを全てわかってるわけではない。ほうほうほう。でも5万 PV、月間5万 PV とかいきそうだけどな。でも1万 PV いくから、やっぱ収益回収できるわ。平成の次の年号なんだろうね。なんだろうね。全然わかんない。でも結構アドセンスやったら稼げそうな気はするよな、なんとなく。無駄にネームバリューあるからな。毎日更新だよね、それ必須だよね。毎日更新は絶対必須だと思うわ、俺も。だよね。
Google 以外そういう広告会社みたいのないのかな。やっぱ Google がそういう意味では最強なのかな。 Google の検索に載せられる話題を考えて SEO 対策。うん、 SEO 対策も今勉強中なんだよね。全然できてない。でもなんかもうほら配信ではそこそこ食っていけるようになったから、文章でも食っていけたら面白いなと思って。うん、次は A。 ほう、 MTSH 衛星って来てるから次は A なんじゃないかって話。ほう、何 MTSH の次なんで A になるのかがよくわかんないんだけど、 MTSH の次なんで A になるの。アルゴリズムある、そういう。何でもいいんじゃない、違ければ。何 MTSH って来てるから A って来るんじゃないかっていうさ、なんで A っていう判断をしたのかは全く伝わんないんだけど。うん、あ、 SEO 対策一応プラグインは入れてますけどね。うん、もう A から始めちゃう、 ABC みたいな。え、どういうこと、 MTSH で来てなんで次は A になるんだ。完全な勝手な予想。それ適当に言ってるだけじゃん。MTSH の前の下り全然関係ないじゃん。うん、ねえ、なんで A って全体アルゴリズムないでしょ、これ。法則性ないもん。これこういうの見抜くのすごい得意なんだよ。うん、ないでしょ、この法則性。うん、でもさ、なんかさ、平成の平の字と前の字を合わせると平和になるじゃん。で、っていう風にさ、なんかさ、なんかあるんじゃないの、そういうの。ないのかな。うん、あ、パーコいらっしゃい、こんばんは。誰かが言ってみんな便乗しちゃった？なんだそれ。平成の次、和道だったらビビる。そしたら俺強いだろ。そしたらなんかさ、ちょっと話題になるでしょ。なんか検索ワード和道ドカーンってなったらなんか人すげえ集まって、なんかテレビの取材とか来んじゃないの。ねえ、それ美味しいよね、和道って。和道はないんじゃないの、うん、まあなんだかわかんない当て字みたいのになるんだろうな。でも昭和とか明治、大正が好きかな。なんか大正っていいよね、うん、和道元年とかそうよね。和道1年とか書かれるんでしょ。すごいよね、なんかね。和？うん、和道元年とかね、かっこいいよね。広宮のなんかその、うん、広っていう字から来てるの？いや、取るの。取るんだ。いや、取らないかな。じゃあ詳しく説明できればいいんですが、Google の検索順位に毎回載せればクリックしてもらえるように。うん、わかるよ、わかるよ。うん。うん、安心安全が永久に続けるように、安久っていう字を、安久はない。なんでかっていうと、安いっていう字は縁起が悪いから、日本人が名前を、例えば自分の子供、あのね、そうなんだよ。子供の名前で、大体親の知的 IQ ってわかるよ。だから、あの、キラキラネームつけるっていうのはその子にとってどういうことなのか、キラキラネームじゃなくてもあるんだよ。もう、わかるじゃん。あの、例えばさ、サブローとかさ、つけられ、おじいちゃんの世代、サブローってつけられたらさ、あ、農家の出で適当に名前つけられたなっていうのが出るじゃん。ぶっちゃけ。あのね、名前ってね、すごい考えてつけるから、安久とかは絶対つけない。安いっていう字はつけないはずだよ。うん。もっと違う名前にすると思う。宇宙でピカチュウって名前の人いる？アホだよね、本当に。うん。名前をつけるのってセンスめちゃめちゃいるからね。うん。で、国家のさ、年号なわけじゃん。無理でしょ。そんな暗記なんて絶対つけないでしょ。簡単で、うん、いいやつなんだよね。そうそうそう、誰でもやっぱ使えるようにっていう。小学生から書ける、うん、感じで。うん。だから和道ですよ。和道元年ですよ。和っていうのはでもいいかもしれない。うん。いや、だから、うん、だって昭和で使われてない。でも S とは被らないから。え？S とは被
私の名前、子供、すずなっていう名前なんですけど、私の IQ どうなんですか？涼しい夏で、なはないな。正直。うん。鈴鹿だったらよかったんじゃないの？涼しい夏でなって読ませるのはちょっとなくない？どうなの？夏は暑いからね。そうだね。夏は暑いよ。そうだよ。うん。すずなね。うん。鈴鹿だったらよかったんじゃないかな。うん、まあ両方とかね、そういう。リュージュっていうのはもともとナガルジュナから来てんだよ。だから高光に変えたんだよ俺。ちなみに Google アドセンス以外だと Amazon がある。あーそれは見たけどね、なんかあれはどちらかってアフィリ向きじゃん。鈴鹿だと名字とか、あーそっか、名字との兼ね合いがあるからか。うん、まあでもまあ嫌いじゃない名前かな。うん、鈴鹿、鈴鹿にしちゃってるけど、鈴な。うん、でもまあまあ、うん、まあまあ普通っぽいっていうか、ドキュンでもない、キラキラネームでもないし、まあ普通の家庭って感じだよね。うん、儲かる可能性があるのは Google ですが、規約がガチガチなのも Google です。なんだよね、そうなんだよね。もう Google はもう天下取っちゃってるからね。ルールメーカーですからね。そうなんだよね。うん、そうなんだよね。ほんと Google は規約うるさいよね。まあでももう Google が支配終わってるようなもんだからな。もう Google に勝てる企業出てこないだろうね。読めそうで読めない名前にしました。夏の日に涼しい風が吹くようにって思いつきでつけました。涼しい風で鈴鹿でよかったんじゃないの？それ、ああ、涼子でね。うん、あでもまあまあ、うん、ていうかさ、涼しい夏って書いてさ、それ以外俺思いつかないんだけど、夏の日に涼しい風がつく以外の名前を思い浮かばないんだけど。鈴菜っていい名前だね、うんって。冬に咲く一輪の花に、冬に咲く一輪の花を照らすお月様の光から取ったらしいお母さんがってならないでしょ。どういうことってなるぞ。夏も関係ないし、涼しいも関係ないじゃんってなるぞ。他の季節困るよね。他の季節困るよ、うん、夏しかね、なんか、うんうん、絶対ならないよ。それは分かってるよ。うん。まあね、名前はね、その子に一番初めてあげるプレゼントだって言われてるからね。名前重要でしょ。俺だってゴンタって名前にされそうになったんだよ。俺の母親めちゃめちゃ頭悪いから、俺島津ゴンタにされる予定だったらしいよ。やばいよね、超セーフだよ。俺高光でほんとよかったもん。俺ゴンタだぜ。うちの姉冬に生まれたから、なんて読むんだ、千の冬ってなんて読むの、ち冬、冬かな、ち冬、ちなんて読むのこれ、冬に生まれたからち冬なんて読むんだろう、ちか、ちかじゃねえな、なんだろう、ちっとこ、え、ちっとすげえな、なんかなんだろう、なんて読むんだろう、ち冬、冬でいいんじゃない、ち冬かな、ち冬か、まあ悪くないかな、うん、なんで季節を入れたがるんだろう、なんで季節にとらわれるんだろう、みんなねえ。ゴンタは完全に毒言うんだよね。笑うじゃん。俺同級生でゴンタっていないもんな。女の子はいいかもしれないけど、やっぱ女の子でゴンタ、画数とかでなんか見てもらった方がなんかそういう、何、女の子はいいかもってどういうこと、ああ、結婚するからってこと、ね、結婚して名字が変わるっていうのがあるから。話飛びすぎでしょ。前振りないと分かんないよその話。誕生日と連結しやすいから、だからあれでしょ、メイとサツキの理論でしょ。要は5月に生まれたからメイサツキでしょ。それのひねったバージョンでしょ。うん、バーガープレゼントありがとうポヨタム、うん、
なんだろうね。ああそうだよね、メイサツキ理論だよね、の発展系だよね多分。この名前かっこいいっていう名前ある？男でも女でもどっちでもいいけど、憧れの名前みたいな。愛って名前のやつ全員ブス。これ俺の理論なの。愛って名前で可愛いやつ一人もいねえから、うん、マジで。愛って名前でブスしかいなくない？これ俺の中にあるね理屈なんだよね、うん、可愛い名前とブスの名前ってあるんだよ。あーほらなおっていう字が好き。素直のなお、なお直っていう。直ないでしょ。俺直結構名前に使われるじゃん、うん、俺あれのなおはないなと思ってるわ。じゃあ本名が愛で俺可愛いやつ見た、あーいるか。あー偏見かな。じゃあね、ラブの愛はダメなんだよ絶対つけたら。名前のハードル、恵みと読むみたいな。え愛と書いて恵みと読む。あーもう全然ないよもうそんなの。高橋愛しのだからそれ芸名じゃん。本名本名、いやクラスメイトとか職場とかで愛福原愛だ本名じゃん。それは本名のパターンだから俺の理論に当てはまってるよ。愛で可愛い子はいないんだよ。ただその愛の字が変わるといるんだよ。愛色とかの愛だといるんだよ。ちなみにドット TV ってアドセンスにあまり適してないらしいです。理由はあまり分かってないんですけどね。多分ね、新しいアドレスだからですね。ドット TV がダメって弾かれてるんじゃなくて、若いアドセンスだと育たないからなんですよ。SEO に関係あるんですよ。ドメインがどれくらい寝かされてるかっていう、信頼性があるかっていう。で、今年始まったドメインなんで、もう若いって完全に見なされるから、ドット TV がダメなんじゃなくて、なんつうの、若いからダメっていう理由。名前でハードル上げるのは嫌だ。まあ、ハチがそれを言いたがるのは俺だけがわかるだろうな。アイコはラブチャイルドってなっちゃうから良くない。あ、そうだよね。ラブチャイルドだもんね。すごいよね、なんか。うん、ラブチャイルドってすごいよね。うんうん、でも子供に子ってつけるのってあれもともと男の名前だったの知ってる？なんとかしみたいな。じゃあ小野の妹子とかもあれ男じゃん。 あれってもともと位の高い人の男の、要は天皇とかそっち系の家系につける男の名前だったんだよ。それがねいきなり女の子に転化したりとかするの、うん、いきなり愛子さんのディス。いやディスってないですよ、うん、逆にね可愛い名前が俺あやなんだよね。あやは美人しかいない法則ない？これない？クラスメイトとかであやいなかった？あやって名前美人ばっかりじゃない？いなかった。いなかった。あやは何人知り合い、そう見たことある？何人かいる？あやがいない。あやがいないでしょ。だからそれはいいんだよ。だからだから知り合いにあやがいるパターンよ。いないんだったら分かんないじゃん。なんか、うん、なんとかみってつく子は可愛かった気がする。かずみとかかずみとかね、うん、これ芸能人の名前じゃないから本名パターンだから。じゃあねあやはだから何でもいいの字は、うん、あやって名前の子は美人が多いと思う、うん、要はさあやって名前を、いやー難しいとこだよな名前って。だから俺あやっていう判断は正解な名前だと思うのよ。愛って安直じゃん、わかる？もうあやはどっちのあや？あまあこのあやでもいいし、うん、難しい方のあやでもいい、あやでもいいし、あやかはね違うんだよ。あやって名前の子は結構そのなんかね考えてるなって感じがするの。攻めてもないし逆に考えてなくもないような、その無難な置きに行く名前なんだよ、わかる？そのあ地下不細工多い、わかるわ。でも多分あやって名前減ってると思うんだよね。だから芸能人の名前を出すなっつってんの、めんどくせえからバカなのかよ、うん、天皇家の女子でキラキラネームを見たことがない
う考えて発言しろよ、うん、あるわけねえだろ。みんなこうつけるのかな、どうなんだろうね、うん、マコ様とか、うん、カコ様、キコ、カコ、マコ、うん、なんだろうね、アイコ、あれでもあれじゃん、イミナでほら天皇家だから、あの本当の名前あるじゃん、公表してない、うん、あのクラスになると、うん、イミナを持ってるはずだから、だからあれはだから通称なんだよ多分、そう、あの公表されない名前があるんだよ多分。私の友達の子、星であかりって読む子いる。ああ、なんで、なんだろうな。どうなんだろう。か、だからかっこいい名前何よ。かっこいい名前。いや、憧れる名前とか。まさと。ああ、まさとか。あ、まさとはイケメンの名前だね。わかる。ね、俺がね、高光からマサトって名前になったら、ちょっとなんかね、2ランクアップした感じするよね。マサトってだけでイケメン、あ、わかるわ。マサトイケメン多いわ。うん。マサトは多い。マサっていう字はなんかいいのかな。マサ、うん、わかるわかる。でもマサトはいい名前だよ。マサヒロとか、うん。マサヒロはちょっと丸くなるんだよ。だから、ちょっと頭いい方に行くんだよ。マサトはイケメンで喧嘩強いタイプだよ。ちょっとっぽいんだよ、マサトは。あ、マサトはモテる名前だね、確かに。うん。あやが源氏な。あ、いいですよ。うん。あやは当たりなですよ。あ、いってらっしゃいよ、おたねこちゃん。愛子様はお父さんに似すぎて辛い。でも、全然お父さん可愛らしい顔してるし、俺お父さんの顔好きだけどな。なんか天皇の、だってさ、ほら、あの、なんだっけ、あの、雅子様となんだっけ、もう一人、このほら美人のお母さんの方、佳子様とかのお母、紀子様か、紀子様がめっちゃ美人じゃん、うん、ねえ、なんかアイドルみたいな顔してるもんね、うん、作りが違うもんね、うん、日野宮様とか好きだけど、ああいう顔、お、わかるわかるわかる、俺も全然ありな顔だと思う。最近お母あれで年取ってきたら寄ってくると思うよ俺も。ルカは楓か。いや漫画はちょっと話変わってくるじゃん。俺でも楓って女の子はいいと思うよ。俺女の子に楓ってつけるのはありだと思うよ。うん。あの本当に誠っていう女の子いた。あ、いや女にそうなんだ。誠はそうなんだよ。女の子もいけるんだよ。女の子で誠は美人系の名前ですよ。美人だったでしょ。あれ。男の子っぽかった。ああ、ボーイッシュなんだね、うん、で、あと、うん、千尋っていう男の子。千尋か、難しい、ギリギリだよね。でも千尋くんっていう男。ああ、もうなくはないけど、でも女の子でも千尋ちゃんっていう子いる、うん、いるよね。千尋は結構いる。男で千尋どうなんだろうな。なんか名前負けっていうかインパクト強すぎるよな。アツシは俺はなんかデブを思い出す。アツシはないかな。デブイメージ。夏希は男女いるね。でも夏希は、別にそんなに嫌いじゃないかもしれない。水商売でユニセックスの名前にすると伸びるって昔言われたらしい。あとね、水商売では愛って名前が使えないっていうのもあるんだよ。あのナンバートルコが愛っていう名前使う子多いから。愛とかは、あの、店にいたりとか、そう、よっぽど可愛い子じゃないと付けさせないっていうのとかあるんだよね。そう。ユニセックスな名前にすると伸びるっていうのとかあるんだよね。本当に。名前重要だよ。俺、和道って名前変えたいもん。本当に。もう、なんか、SEO 対策とかさ、いろんな面でもう無理になっちゃってるから、今更変えらんないだけで。和道はもうちょっと考えてやるべきだったなと思った。水木も男女ありだね。かわいいね、水木いいね。水木いいね。女で和美な、無難だから、なんだろう、メイクは地味な子ですよ。いやなんか、メイクは地味だよ。スカートの丈は長めだよ。
それがかずみだよ。あ、なんかね、あのバイトの先輩でかずみっていうめちゃくちゃ可愛い先輩がいる。あ、そう。おお。うん。かずみか。和宝とかよかった。いや、ね、和で始まるのよくなかったかなとは思ってるよ。うん、っていうか、絶対にない名前を当てようと思ったんだよ。絶対に名前としてないなっていうのを当てようと思ったの。うん、で、和で始まるその名前とか名字って絶対ないって思って、で和で始まろうかなと思って。いや、全然ない。うん、全然何の由来もない。うん、何の由来もない。だからね、ワドで当てるんだったら我の道でよかったのかなと思うけど、なんかユイガさんっぽいんだよね、なんか。そう、多分ね、はい、我の道でやってたらね、多分ね、ユイガさんとニコイチみたいなキャラにされてたと思うよ。だからユイガイズムを継承するっていう意味では、我の道でね、我が輩の我がに道でワドでよかったんじゃない。危なかったんだ。そう、もうユイガと同じだよね。同じノリだよね。うん、でもユイガって名前よく定着したよね。うん、パイセンとか。パイセンの方だからあれだよね。2つの持ってるといいよね。うん、俺でもね、うなちゃんマンはセンスあると思うんだよね。うん、まあガドーでもいいかも。うなちゃんマンってすごいよな。その前何でやってたんだろう。名前変えるタイミングってどこなんだろう。だから俺思うんだけど、信長から石川紀之に変えるの相当勇気いったと思うんだよね。思わない？本名になっただけでしょ。え、でも本名に戻すのって辛くない？逆にある程度。いや、本名バレしてもういいやみたいになるじゃない。あ、多分俺が言ってる意味は伝わんないと思う、配信じゃないから。要はリスナーが集めづらくなるって意味なのよ。わかる？だから本名がどうかじゃなくて、別に始末坂道やることは多分周りも抵抗ないんだよ。だってうなちゃんマンが別に佐野って名乗ってもだからなんだよって話じゃん。だからそういうノリじゃないんだよ。その素人が見バレしたくないとかのノリじゃなくて、なんか SEO 対策とか誰ってなるのが嫌だっていう。竹ちゃんマンのパクリ古いな。桃襟も本名。あ、あれって桃襟って桃なんだっけ。桃違う、本名に変えてないでしょ。桃何になったんだっけ。なんか桃パコだっけ、なんだっけ、忘れた。桃ブースだっけ、なんだっけ。本名にする予定もないのに始末坂道って別に浸透してるじゃん。あ、石川本名じゃないんだって。そうなんだね。本名っぽいね。うまいね。うん、でも石川紀之っていいよな。うん、SEO 考えるよ。うん、それは考えるよ。だから俺、ホイールメーカー、多分すげえ嫌な思いしてると思うよ。ワドホイールメーカーって、なんか派手な、ヤンシャのホイールメーカー社があるんだけど、SEO 俺にボロボロにされてて。うん、あれ本名なのかな？モモな。西山は知ってるけど。あ、石川紀之本名だと思ってたわ。本名バレてないんじゃん、じゃあ。バレてないわけじゃないんじゃない。バレてなくない？だって石川紀之の本名って聞いたことないよ俺。うん、和道の異常なゼミナールって出る。うん、ホイールメーカーが俺のせいでね、多分迷惑してる。ビジネス和道っていう名前、しかも結構ブランド力あるところらしいんだよ、そのヤンキーメーカーで。特殊なホイール作ってるらしいから。でもその車の検索するたびに俺の写真が出てくるんでしょ。うん、イッチって何。うん、イッチしたらおじさんがいいうちに住んでる。え、何、ボロユーズ。あ、ボロユーズじゃなくて、え、あれ、何の話をしたの。え、イッチって言います。何イッチ、それも分かんないし。はい、おかえり、アンミー。うん、え、ニコ生だっけ、ツイキャス、あれ何の話だっけ。市川貴弘だったよ。全然ちげえじゃん。全然ちげえじゃん、名前。あ、だからイッチーなんだ。おー。あ、でもバレてるんだ、やっぱり。おー。でも別に俺本名でやってもよかったと思ったよ。全然。
俺マジで、いや普通に高光でやりたいっつったんだよ。だから今逆にローマ字で高光当ててるじゃん、たまに。あれはあの普通に高光でやろうかなと思って。あでも俺高光っていう同級生出会ったことないな。いる？高光って聞いたことある？今まで出会った人とかいや、ない。珍しいよね高光って。ネオさんこんばんは。でその俺の始末高光って名前何が嫌だかっていうと、まずまあ山辺に鳥じゃない島を書かれるのよ。普通の島津の方を書かれるのよ、漢字でね。でまずここが問題点1でしょ。で高光の高は問題ないのよ。あの貴族の木とか貴金属の木だよね、高でしょ。で蜜が光にされるの、蜜る。違って充電器の充だと足立蜜るの方の蜜るだって言うんだけど、そうもうめんどくさいの名前全部。もうそう山辺に鳥で蜜るで高蜜ですって言って、でつが2回入るから言いづらいんだよほんと。高蜜いいかな。ネオさんこんばんは。なんかじいちゃんが占い師から名前を買ったらしいね、金払って、長男だからっつって。でこんなになっちゃったんだ。こんななっちゃったはよくわかんないけど、どういうことこんななっちゃったって。どういうことだよそれ。壮大なディスでしょ今の。なんだよそれ。こうなっちゃったんだって。名前と何の因果関係があるんだよ。やばいこれからだから。なんだこれからって。なんでディスられてんだよ俺。新しいフォロワーさん、ネオさんフォローありがとう。なんなんだよそれ。意味がわかんねえよ。なんだこんなになっちゃったとか、これからだからとか。意味がわかんねえよ。なあ。失礼だろこいつ、うん、長男暴走。あていうか長男って絶対失敗するよって予感がするんだけど、あのねていうかね、あのね、そう母子家庭って今当たり前になったけど、俺の当時ってすっごい珍しかったの。同級生にまず離婚してるやつなんかまずいないのよ。小学2年生だよ。そう世代的にそうでしょ、わかるでしょ。うん、でなんかもう本当に本当にこれ超悲しいんだけど、不思参観がなくなったりとか、なんか学校側が配慮をすごいするの。なんかお父さんの仕事みたいなのあるじゃん、お父さんはみたいなの作文あるじゃん。俺のクラスだけお母さんについてだったの。俺気づかなくてお母さんの書くもんだと思って、で隣のクラスとかに聞いたら、えお父さんだったよ俺らのクラスって言って、はってなって、で隣のクラス聞いても、いやお父さんだったよっつって、あやべえ俺のせいで、俺のせいで俺のクラスそうおかしいと思ったんだよ。国語かなんかの時間で、私のお母さんは料理を頑張ってますとか、みんな私のお母さんは洗濯を畳むのが上手ですって、いやだから普通の家事の話だよなっつって、なんだこれと思ってた俺は。で、なあ、あのお母さんって何なんだろうねって言って、はっつって、お父さんだよみんなって言って、やべえ、俺のせいで、この黒なんかすげえ、いや、ある意味いじめじゃなくて、なんかすげえ申し訳ないことしたなっていうのはある。すごいね、なんかね、あの、なんつうの、配慮するんだよ。そう、学校側がやっぱり。なんかね、クラスのみんながなんかちょっとね、ざわつくんだよ。ざわつくどころじゃないよ、もう、今でも覚えてるもん。俺、その、仲良かった女の子に、小学2年生に、お母さんから聞いたんだけど、あの、お父さんいなくなっちゃったって本当って聞かれたの。そこまでいいの俺は。あ、本当だよって言ったの。その後の言葉に、未だに忘れない顔と。始末くん、かわいそうって言われた。あのね、俺、だから普通じゃん。要は本人はかわいそうとかないんだよ。じゃなくて、哀れみの同級生に、普通だったやつとか仲良かったやつに急に哀れまれると、急に悲しくなるの。あ、こいつ俺のこと下に見てるっていうか、要はね、悲しいって感情って、要はね、優位に立ってるものしか見れないの。これね、やられた方しかわかんないんだよ。あ、こいつ今差別か何かを受けてるっていうか、それは悪気があってやってるんじゃなくて、哀れんでるっていう感情を受けたことがない、ね、受けたことがある人にしか分かんない感情なんだよ。あの時俺はすごいショックを受けた。分かるでしょこの感覚。そう、女の子も同情で言ってくれてるんだけど、かわいそうって本当に言ってくれた時に、あ、俺かわいそうなんだって思ったの。差別ともちょっとジャンルが違うんだけど、その、哀れまれるとか、蔑まれるっていうか、その時に初めて自覚が起こるんだよ。
その時に、あ、俺かわいそうなんだっていうの。かわいそうって言葉なんか嫌だよね。そう、嫌なんだよ、ね、そう。かわいそうって絶対言っちゃダメよ、だから。かわいそうって言われた時にすげえなんか悲しくて、そう。何がかわいそうなんだろうとか、いろいろ考えて、でも答え出ないじゃん。小学2年生だから。そう、すごい傷ついた。うん。お前に言われたくない。いや、じゃあ仲良かったから別に。なんで急にそんな感じになるんだろうとか。多分ね、具体的に何かがかわいそうとかないんだよ、その子は。なんかね、そう。あれは優しさではないんだよ。かわいそうって言葉使っちゃダメよ。ほんと。なんか嫌だよね。嫌だっつうか傷ついた、子供心に。俺すごいショックだったもん。その日全然何も考えられなかった。え、なんでだろうみたいな。そう。洗脳されてたんじゃない、その子。いや、関係ねえだろ。洗脳されてねえだろ。どうか、洗脳の話にどうしてもしたいの。ループしてくる、うん。絶対洗脳関係ねえわ。うん。でもね、これは洗脳されてたんじゃないのっていうのちょっと違うかもしれないけど、親が言ってたんだよ、多分。始末くんかわいそうだねっていう話を聞かされてたから、そういう言葉が出てくるんだよ。子供って絶対そうじゃん。だからそういうのも見えて嫌なんだよ、なんか。友達の親に急に優しくされた。ああ、片親だったんだ、ハッチ。なんかあるよね。なんか逆に悲しいよね。普通にし、ほ、あ、でもね、その、片親だったので、一番そのハードルがあったのは、親父と喧嘩をしたことがないっていうのは結構でかい、うちの家庭は。だから、そう、特に俺なんかまだ小学2年生まで親父との思い出あるけど、弟とか妹になってくるともう記憶がないわけよ。だから、家の中に重要なパーツ、心臓みたいなパーツがないわけじゃん。思い出がないのよ。で、弟が中学生入るかぐらいの時に、兄弟3人じゃん？こっち側は。兄弟3人と親父が会った時に、弟が泣いたの。いや、小学生だったかな、弟が。で、わーって泣いて家に帰ってきてたよ。お父さんと食事行った後。ね？その時に母親がぶち切れて、親父に電話してんの、てめえふざけんなこの野郎みたいな感じで、やかってて。で、その弟は、その妹と、要は高光とか妹の名前呼んだりとかすごいやるんだけど、弟とは全く話さなかったんだよ。親父が。で、弟はいじめられたとか、要は僕のこと嫌いなんだっていうことでワンワン泣いたの。そう、お父さんと会えるの初めてだったから楽しみにしてたから。でも、俺は答えを知ってたの、それ。お袋が切れるのもわかるけど、ちょっと電話切れっつって落ち着けって言って中学生だったから、違うんだよって。あのさ、って。子供だから可愛いに決まってんじゃん。違うんだよって。親父にも子供だっていう記憶がないから、どう接したらいいかわかんないんだよって言った時にね、お袋が悪いことしたみたいな顔になってたよね、やっぱ。うん。そうなんだよ。あのね、親子関係って要は、誰が可愛いとかじゃないんだよ。要はね、そう、弟の場合は、親父も弟の思い出が一つもないから、可愛がり方とかがわかんないんだよ。そうさ、今何やってるんだとか、あ、何々好きだったよねっていう関連性がゼロなわけじゃん。あれを見た時にね、ちょっとね、弟は俺よりも多分深刻だろうなって思った。その、親父がいないっていうものがもっと深いんだろうなっていう。うん。でもね、弟の世代ぐらいになってくるともう離婚ブームだから、もう片親ばっかりなんだよ。で、しまいにはもう中学高校とかになるともう片親だらけになるから、なんだこれだよね。まあでもいい経験だよな、それは。小学生の時にっていう。あ、でもなんかね、おばあちゃんとかと話すると、うん、片親のことは遊んじゃいけないっていう、なんかそういう。あ、あった、そういう世代でしょ。差別があって。わかるわかるわかる。よ、あ、でもね、それ正解なんだよ、おばあちゃん。やっぱね、片親のね、家庭ってね、なんか欠けてる。おかしい。うん。あのね、要はね、倫理観が育たないんだよ。要は、なんつうんだろう。親父がいないと、お袋って強く言えないもんなの。難しいでしょ？それわかんないでしょ？多分。なんていうのかな。男の子を特に育てるのは母親は難しいんだよ。うん。男性の必要がなくなっていく。それはね、多分ね、仕事がでかいと思う、俺は。女性進出で女の人が食っていけるようになったのがでかい。これなんでかっていうと、北海道って実は離婚率めちゃめちゃ昔から高いの。で、なんでかっていうと、すすきのがあるからって言われてんのよ。そう。要は女の人が自立できるエリアってあるのよ。そう、反物の工場があったりとか、女性の働きやすい職場がある地域って実は離婚率高いんですよ。
だから社会女性を社会進出イコールあの離婚率が上がるっていうのは本当だって、それそうじゃん、家の中にいたら出会いないんだから。だけど職場に出て浮気するわけじゃん、職場で普通は、ネットがなかった頃は、だから女の人を家に入れるっていうのはあれね、要は儀式なんだよ。要は浮気をさせないとか夫婦円満にするとかで男が稼ぎに行くっていうのは社会システムとして実は本当に円満に行くように作ってなんだよ。それをね西洋哲学でぶっ壊されたんだよ。だからなんか片親の、なんか親の仕事がみたいな問題になってくるんだよね。なるけど、夜の仕事、はい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 、なるけどそこは問題なかった。なんでかっつうと、親父もお袋も上場企業で出会ってるし、そのなんつうの、お袋も遺産でも超金持ってたから、そう、それはなかったね、あんまり。あ、ブロリーだ、和骨久しぶり。最近の日本は女子も働かそうとしてるね。俺絶対間違ってると思うよ。いや、働きたい女性は働いていいと思うの。だけど女性も働くのがスタンダードだみたいな考え方は俺は間違ってると思ってて、なんでかっていうと、働くことはいいことなのよ、女性が。ここは悪いことじゃない。ただ、それを当たり前にしちゃうと、これ、経済の理屈なんだけど、要は、女の人が家にいると、で、男が働くと。で、男の人がじゃあ、例えば40万もらってたとしましょう。これが昔の社会じゃん。で、家族3、子供作って4人とか3人を養うと。要は、男が稼いで、親が、その、家を守ったり、書類とか。だから、日本の役所の制度って、平日働いてる、一人暮らしの人何もできなくなったでしょ。要は奥さんとかは代行するっていう家事をやるってことじゃん、あれ。だけど、経済政策で日本が衰退していくと、その時どうしようって言ったら、じゃあ女性も働かせて、要は20万、20万にしたら企業は半分、要は給料は全く同じなのに倍の労力がある。要は日本の生産量が倍になるってバカなこと考えたのよ。だけど、それをやると、要は日本の、要はいつも言うじゃん。その働く人が増えて給料を減らす、要は半分にしたわけよ。アルバイターとか増やしたりとかで、これをやったのよ日本っていうのは。っていうことはさ、倍の生産力に上がるんじゃなくて、倍働いてるのに同じ給料しかもらってないから倍日本が衰退するんだよ。この理屈をね、経済を理解してなかったの、看護師も日本率高い。だから手に職を持ってると高いんです。もう崩れてるだろうね完全に。お父さんが、そう、このね経済の理屈がねなかなかね浸透しないんだよね。ただ言ってる人が少ないんだと思う。本当はね、あの学校とかで教わるはずなんだけどね、大学とかで、だから本当はね働く、だからね俺よく言うんだけど、これ誤解しないでほしいんだけど、俺身分制度導入するべきだと思う今。ぶっちゃけた話、もうね無理よあのね、変な話だけど、それも身分制度も新しい身分制度で、家で身分を測るんじゃないの。要はもう、ランクアップ式。で、もう、平民、すごい人、エリートとか、もう国が定めちゃうの。で、その代わり税率高いの。そう。で、でも収入も多いっていうシステムを作らないと、もう無理よ。無理。昔はさ、学校の先生とかってエリートがなってたんだよ、公務員とかって。だからさ、はい、ブロックです。だからさ、あれなんだよ。昔は、学校の先生、親とかが先生に対して逆らうなよって言ってたんだけど、だって民間企業の方が優秀なやついるんだから、お父さんお母さんがおらつく時代じゃん。学校の先生とかに。所得も多いし、頭いいんだもん。無理よ。倫理観なんか育たないよ、今の時代。と思うよ、俺は。身分分けた方が絶対いいと思う。あのね、平民に対して誰にでもチャンスがあるっていう嘘をね吹き込むのやめた方がいいよ。あと努力は身になるとか嘘つくのやめた方がいいよ、本当に。もうね、嘘ばっかりなんだもん、建前ばっかりとか。無理よ。みん
な中間にいると思ってるからね。そう、実は最底辺にいるだけじゃない。そう、もうね、超格差社会だから。上がどんな暮らしをしているか知らないんだよ、うん。年間俺は500万ぐらい収入あるけど平民かな。いや勝ち組、逆逆、ブロリーさん、あの今ね、あの要は昔で言うと平民だったんですよ。バブルの時代とか超中流層があった時代っていうのだけど、今は全然勝ち組だよ。あのね、っていうのも、あのね、年収が上がってくると下の層が見えなくなるのよ。要は500万の生活してる人って500万の検索をするの。要は例えば俺生活保護じゃないですか、ブロリーさん。だからどういう生活するかっていうと、高いもの買おうっていう意識がないわけよ。もう所得を分かってるから、だから検索も頭の中で無意識でやっちゃうの。だけど500万の人にぜひやってもらいたいのは、年間だから500万以下の人が何パーいるのかを知ってほしい、うん。アルバイト8万で暮らしてる人は勝ち組ですか。だからもう勝ち負けとかじゃないんだよ。もうね、もうそれで言ったら日本全部負け組なの、ほぼ。努力って身にならないの。努力は俺はだから当たり前って言ってる、うん。何かを達成するときに努力は当たり前で、多くの人が努力だと思ってることって努力じゃなくて作業なんですよ、うん。だから身にならないの、うん。じゃあグッズ買うわ。どういうことだよ。いやいやいや、全然、いや、あ、そういうのはね、ダメですよ。あの、金配りゃいいってもんじゃないし、情けはダメダメ。あの、本当に和道面白いわ、つって、和道の T シャツ着たいわ、とか、デザインかっこいいわ、っていう人だけでいいよ。ありがとうね、ブロリーさん。そうじゃなくて、あの、やっぱそれは勝負だと思ってるから、配信者の。うん、それは違う。年収高いから恵んでくれは理屈がおかしいから、うん。500万いる人、15万といるやん。人5万といるやん。年収500万の層見てみようか、じゃあ。2016年のデータベースで。みんな意外とこういうデータ見ないんだよね。ちょっと待ってね。2016年。ちょっと待って、今調べるよ。収入、年収、グラフ。グラフ見るね。データは信じるんだって、データ信じなかったら何信じんだよ。どういうことだよ。頭が悪すぎるよ。2015年のデータにするかな、どうしようかな。ちょっと待って、年収のグラフがどれがいいかな。100万未満。ちょっと待ってね。どっか出ないかな。ちょっと待ってね。データは信じるんだって、データ信じないでお前何信じるんだよって逆に聞きたいけどね。データの意味分かってねえのかよって。友人、求人倍率。平均年収の推移。平均年収は騙されてるんだよね。これ平均年収取っても意味ないからね。地方格差とか年齢格差とか入ってるから、こういう平均はダメなの。そうじゃなくて、所得の、グラフが必要なんですよ。だからデータ、どのデータを取るのかによって全然話変わってくるんだよね。所得の数。親戚に、和道くん今仕事してるのって聞かれたらなんてことないの。親戚いないもん俺、うん。だし俺普通にインターネットタレントって言ってるよ。正規は平均給料。まず平均給料上回ってる時点でまあすごいけど、ちょっと待って、ね、人口との比較が見たいんだよね。年収、人口、ちょっと待ってね。人口、企業が公表してる給料しか所得ないと思ってる、もしかして。全然そんな話してないよ、うん。あると思ってますよ、僕は。所得って言ってるじゃん。なんで勝手に脳内変換をするのよ。あ、出ました。2014年と、2015年調査で、2014年の、所得金額、階級別、世帯数、相対度分布図。500万の人 8.8%。だから、500万いってるのが 8.8% なんだけど、じゃあ400万が 9.8、約 10% ね。300万が 13% だから 23%。200万台が 14% だから、ちょっと待ってよ。
23%、じゃあ 27% で、年収100万円台が 13% だから 40%、46%だから、400万以下の人が 49% いるんだよ。だ、圧倒的に勝ち組でしょ、うん、だったらそのデータわざわざ調べてみる意味ある。話わかんねえの。何をオラついてるの。何をやっかんでるの。意味がわかんないし怖いんだけど。怖いんだけど。平均年収420万だっけ。420万が一人暮らしでギリギリだと思う。だ、例えばさ、平均の意味のなさってどういうことかっていうと、世界のトップ8人が、なんつうの、世界の個人所得の半分を手にしてるっていう時代でしょ。世界のトップ8人と平均で割ったらおかしなことになるじゃんって。そういうことを言ってんの、俺は。だから平均のデータにはあんまり意味がないよって。なんでかっていうと、ぶっ飛んだ金持ちとかがいると平均で崩れちゃうから。うん。20万以下の人は平民ですよね。どうなんだろうね。はい、マイニャン行ってらっしゃい。おい、ガチッチいらっしゃい。こんにちは。23歳の時に手取り2000万だったけど、すごい。めちゃめちゃすごいでしょ。めちゃめちゃすごいでしょ。手取り2000万ってよっぽどじゃない？すごいね。俺っち、尺落ちっち、待って、2級で、年金暮らしです。底辺です。ああ。いや、全然いいんじゃないの。全然いいんじゃないの。でも、昼夜合わせて働いてたっていうのが偉くない？でも、ほら、だから、その年齢がいくつで世代がどうかっていうのがわかんないから、今の時代で23で年収2000万稼いでたらすごいと思うよ。そっち。俺、そっちまって、そっちまってってなんだろう。わかる、仕事が好きだったんだ。そっちまってってなんだろうね、生ポは平民ですか。底辺でしょ。底辺でしょ、どう考えても最底辺でしょ、所得で言ったらだって人間が生きていくためのギリギリのお金を配るわけだから。これ以下は絶対作っちゃいけないよっていうルールで作ってるのが生活保護だから、犯罪って意味なんだ。あ、そうなんだ。まあ、いろいろあるよな、本当に。車もカード持てないだろう。無理じゃないの？わかんないけど。まず個人事業とかでそういうの無理じゃないと思ってるけど。諦めてるよ。っていうか車はまず興味ないけど、カードは諦めた。カードは欲しいなって何回も思ったけど、無理。だって、その、信用を担保にしたりとか収入を担保にしたりするわけじゃん。現金で生で相当持ってないと無理だと思うよ。天皇がトップだと思ったことないけどな、俺。むしろ天皇家に着いたら俺鬱になると思ってるけど。やだ、あそこの家に生まれるのが。俺はだから天皇とか王様っていうのは、権力とか象徴とかをね、いいポジションをさせるのなんでかって言ったら俺生贄だと思ってて。生贄って可愛い子選んでたじゃん。で、天災が起こると殺してたじゃん。神様に捧げる存在じゃん。だから国家を運営するって俺そういうことだと思ってて。何かあったらその人に責任取らされるんだよ。殺されるんだよ。現金払いしてない、カードオンリー。ああ、リッチだよ。カード生活できてるってことはある程度所得を担保できるんだよ。その日暮らし大変じゃないの？大変だよ。大変だよ。100均でさ、今日カード使えますかって言ったらさ。使えない、使えない。使えなかった。でしょ？こいつ腹立つわ、なんか。俺と。それを知らないのが腹立つわ、ちょっと。くそ。ブルジョアめ。天皇の子孫の俺どうなの？天皇の子孫なの？ノーワーク、ノーペイ。働いてるわ。
ふざけんな。賃貸の契約よくできたな。賃貸の契約はだから生活保護だったら逆だよ、通りやすいんだよ。だって国が金払ってくれんだから、うん、へえ。家がいいんだ。こんばんは、いらっしゃい。今も生ポ、今も生ポ、うん、あれ、あーやってるか。あ、本当だ、ほら仮想生主がバンバン上がる。だから今回のシステムいいよ。温泉アイテムとかもらえばもらうほどガンガン上がるんだよ。これいい仕組みだ、循環システム。本当に考えてるよね。ワドンは日本に貴族とかいると思う。さっき言ったじゃん、階級制度作るべきだって。階級制度作るって貴族作れってことだもん、うん、俺は貴族階級作れって言ってんの、うん、はい NG です、さよなら。俺はだから必要だと思うよ、うん、これは必要だと思う、うん、絶対必要だと思う、うん、その方がいいんだって。下手な夢見なくて済むんだから、うん、あとあの高額所得者晒すの俺良かったと思うよ。なんでやめたのあれ。だから納税してる人がとうとうバレなくなったんだよ。そう思わない？税金払ってるわけだからみんなから尊敬されるべきじゃない。所得高い人は。女系天皇は、女系天皇か、ないでしょ、絶対にないし、それ天皇制度じゃないから女系は絶対ないかな、うん、女性天皇と女系天皇って意味が違うよ。だから女系天皇は絶対もう天皇制度が崩壊してると思うから、女性天皇はありだと思うけど女系天皇はダメ、うん、でしょ。平等とかやってらんないでしょ、稼いでる人からしたら。違う、ヨンヨンがまず理解してない。それ女性天皇と女系天皇って意味が違うのよ。だからそれごっちゃにしてるヨンヨンが。俺は女性天皇は別にいいんじゃないっつってるじゃん。ただあの愛子様って男系の女性天皇だから、うん、女性天皇はあったんだよ。そう、俺が合ってるよね、言ってること。ヨンヨンが間違ってるよね、合ってるでしょ。女系天その後、あーだから女系天皇はだからあれじゃん、民間人が天皇家を継ぐ可能性があるんだよ。それって天皇制度だって言える？うん、うん、なくない？どう思う？これ別に女性天皇でもまあ男性生まれたかんな、もう、うん、だから一段落はしたかんね。そのためのほら、うん、累進課税ね、うん、天皇廃止して大統領みたいにするのはありなの？大統領制度と天皇制全然違うもん。総理大臣、総理大臣とかの話でしょ。逆になんで俺は天皇に反対するのかがよくわかんないかな。民間人との間に子供が、男でも天皇家と民間人のハーフになるんだから、その議論はよくわからんな。あのね、男系ってさ、長男がいて男を継いでいくから Y 遺伝子を優先していくっていう考え方。うん。頭の悪い人には女性と女系の違いがわからないと思う。まあ難しいんだけど。あの、うん、まあいいや、血が混じってく論理が分かんないんだろうな。うん、ファッキンアメリカと一緒にすんな。うん、染色体以外の話だから、うん、俺が天皇でノンタンが民間人って例えでやる。で俺とノンタンの間に子供が生まれました。でもこれは男系の女性天皇になるの分かる。ノンタンが民間人で俺が天皇だった場合、逆で、ノンタンが女性天皇だとするじゃん。
でもノンタンは男系だとするじゃん。で俺が逆に嫁いできて民間人で入ってきて女性が生まれましたって言った時にこの子を天皇にした場合女系に変わっちゃうんだよね、うん、そうすると権力構造が外部の男が握る構造になるからやばくないっていう話をしてんのよ、うん、大統領が王らしい。アメリカではアメリカだから民主主義をちゃんと体現ができてるんでしょ、うんうん、でしょ。だからその外部の男にその家を取るようになるから女の人が外部から来る分には迎え入れるっていう制度でしょ要は。だからそれを男にやらせたらなんかぐちゃぐちゃになりそうで怖くないっていう権力構造を抑止するための制度なんだよねこれ、うん、象徴なんだから権力どうこう実際関係ないかな。いや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 天皇そう内閣総理大臣とか任命したりとか、まあ、あの儀式でやってるけれども一応そのいろんな決裁権は持ってるわけじゃん。嫌だって拒否することも可能なわけじゃん。やばいぞ。民間人の男にさ男の娘に天皇やらせるってちょっと怖くねえか。俺怖いと思うけど、うんどうなんだろう。みんな笑ってるけどこれ女性差別の話じゃないんだよ。なんかフェミニストの人がよく女性差別とか言ってるけど全然違う構造の話だよ。うん。これすごい頭悪い発言になってるけど大丈夫か。女性と男性を差別する系譜の話をしてるからこれ男性でも女性差別でもないんだよ。要は親2人祖父は4人祖父母は8人と10代遡ったら1000人そうそう親がいるわけで女系にした時めちゃくちゃになってしまう。そうそうそう家系図がめちゃくちゃになるってこと。そういうことそういうこと。差別の話じゃないよ。だからこれが理解できないからフェミニストの人は怖いんだって。うん。天皇の家に生まれたら洗脳となるのかな。洗脳の話はいいや今。何でも洗脳じゃないから。馬脚を表した。うん、そう家系図がそうそうめちゃくちゃになるから家を守ってきた制度なの。要は誰々の系譜っていうのを守ってきたのよ。その家系図がめちゃくちゃになるっていう話なのよ。なんでかっていうと男の人にもともと継がせて名字を系譜させてたじゃん。今は両方とも選べるんだけど基本はだって昔さ婿入りっていうそう名字がなかったから婿入りっていう代がなかったから家そのものをどうするかっていう制度でできたのを男に継がせてたっていう背景があるからその伝統っていうのが崩れるよっていう話になってんだよ。そうこの話理解できないのは俺フェミニストだと思うよ。これを差別だって感じになら。だって俺差別じゃなくて女性天皇は OK だって言ってんだもん。いやあなたのことミミックがみんなフェミニストだよって言ってんのよ。もうフェミニストも分かってない自覚がないフェミニストだから怖いんだよ。うん男をたどると神につながるのが天皇家。あ、おやすみ、オロロさん。おやすみ。怖いよな。家系図一回書いてみたらわかるよ。要は、それってもう民間人を採用するのと変わらないっていう理屈に変わってくんのよ。家系図書いてみるとわかるよ、ミミッキュー。10代ぐらい書いてみるとわかるよ。適当に田中とか伊藤とか書いて天皇家の名前ミミッキュって書いてやってごらん。ぐっちゃぐちゃになるから。うん。お前がフェミニストについてよく知れもしないくせに言ってるから聞いて。うわ怖え。うわ怖え。だからん差別がどこで行われたのか言ってごらんよ。だから違うフェミニストっていうのは要は女性差別って言い出したのはミミッキュなのよ。つまりミミッキュっていうのは女性の人権を守るために私は発言してるんだって言ったけど別に女性に対して差別してないっていうのは反論で出してるわけだしみんな分かってるのよ。ってことはそれも分かってないからフェミニストだって判断されるのは当然じゃん。いやそれをフェミニストって言うんだよ。バカだこれ。だからフェミニストの概念を分かってないんだって。要は女性にも人権をっていうのがフェミニストなわけじゃん。だけど人権の話じゃないんだよっていうことをもう前提として話してるのよ。これ言っとくけどミミッキュ以外は全員わかってるよ。ミミッキュだけが一人で怒っててフェミニストも女系天皇も両方わかってないのはミミッキュだけだよこれ。
うん、そう。でも男女平等じゃない話をしてるのはミミックなんだよ。どこが分かってないのか、だから言ってこないよ。みんなは分かってるから。これ俺言っとくけど、俺議論は間違えてねえぞ。うん、男系女性の話は終わったでしょ今。怒ってないけどじゃないでしょ。なんで俺どこが分かってないの、うん、全然聞くよ俺は。僕にない部分和道さんが持ってるんでたまに聞いても、あーどうもありがとう。うん、全然聞くよ。どこが間違えてんのか言ってごらん。どういう立場でどういうポジションなのか言ってよ。じゃあ全然聞くよ。うん、ていうか別にフェミニストっていうのはフェミニストで別にディスる用語ではないから、私フェミニストだよって言っていいのに、フェミニストの人ってフェミニストだって言われるとなんか怒るじゃん。フェミニストってジャンルなの。例えばあの政治思想なんですかって言ったら、あリベラルですねって、私はリベラルじゃないと。リベラル的な発言をしてて、あ私自由なのがいいと思いますって、市場経済に任せますって言って、あじゃあリベラリストですねって言った時に、なんだてめえリベラリストじゃねえよこの野郎って言ったら、お前ただのバカだよ。ただの気違いだよそれ。あこいつ全然分かってないじゃんっていう。ジャンルなのフェミニストって。ディス用語じゃないからね。うん、関係ない話で申し訳ないので、そのドリンクハーブティーですか。いや緑茶です。うん、うん、やばいよね本当に。更年期障害だよねもう完全に。フェミニストから急に更年期障害に変わったかんね、ランクが。ランクアップしたかんね。やべえよな。第二次世界大戦終了後、1960年代後半になると再び女性の労働運動が盛り上がった。これにより大規模な、ウーマンリプ運動が巻き起こり、フェミニストの政治家や人文学者が多く誕生した。和道の話の方が筋通ってるわな。筋通ってるっつうか、俺はだから当たり前のこと言ってるだけだから。フェミニストだからといって、天皇家が人権侵害だと思ってない人もいるって話をしてんの。わら。え、フェミニストなのは認めるの今度は。私フェミニストじゃないって立場じゃなかったの？フェミニストなのは今度認めるの？で、フェミニストとして言ってるんじゃなくて、私はフェミニストだけど、フェミニストとしての立場じゃなくて、天皇家そのものが人権侵害だと、思ってない人もいるって話？どういうこと？自分はフェミニストで、天皇家が人権侵害だと思ってない人もいるって何？天皇家が人権侵害なんて話誰もしてませんけど大丈夫ですか？大丈夫ですか？天皇家が人権侵害なんて話ここで一回も議論されてないんですけど大丈夫ですか？本当に。そんな話誰もしてませんよ。あなたが勝手に言ってるよ。もう怖いよ本当に。で、しかもさ、フェミニストググれよとか言ってんの。お前フェミニストが何か分かって言ってる俺に。もう爆笑もんだよみんな。誰も知らないし、お前一人で荒ぶってるだけだよ。もう爆笑だよ、ほんとに。これだから底辺はとか。もうね、もうすごいよ、爆笑だよ、ほんとに。うん。いや、もうしょうがないよ、これ。要は、だからバカに何話しても、こういうことなんだよ。バカに何話しても通じないっていうのは、こういうことなんだよ。フェミニストも分かってなければ、天皇家の話が人権侵害とか言い始めてんだかも。何それってなるじゃん。誰の人権を侵害したの？俺ら天皇家の話してたよ。で、女性天皇44が 女系天皇どう思うって言ったから、俺は女系はない、男系があり、あ、女性天皇ありだと思うよって言って、誰がどう人権侵害したの？どうなんだよ。なあ、お前が底辺って言ってるやつに完全に論破されててどうすんだよな。うん。知識の浅はかさを疲れて反論できないから笑うしかないんだね、かわいそうに。お前大丈夫か、本当に。俺、トツ出てもいいぞ。お前と話してもいいぞ。なあ。ヒートアップしてんなじゃなくて、俺話してもいいけど、あのさ、浅はかさを疲れてじゃなくて、あなたはだからフェミニストじゃないの？フェミニストなの？っていう話。で、誰がどう人権侵害をしたのか教えて。誰がどこを人権侵害したのか教えて。俺、トツ出るから。聞いてあげるから、だから。ブーメランだよ、ブーメラン、壮大な。誰も人権侵害の話なんかしてないよ。ああ、わかりました。はい。どうぞコメント打っててください。やべえな、マジで。もうやべえな。うん。
俺がフェミとか関係なくね、関係ないかどうかじゃなくて、あなたはどのポジションで話してんのかっていうことを言ってんのよ。論点なんかずらしてないよ。論点なんかずらしてないよ。どこがどう差別なのって言ってんのだから。誰も差別してないんだよ。誰も差別してないんだよ。どういう論点なの？そこ教えてよ。あーやべえな。確かにいるんだよ。いるんだけど、要は、だからみんな笑い物してんだ。もうこいつ出てけよとか、こいつバカだろうって。だからこれは、タカジンで言うとこの田島陽子ですよ。もう議論を理解してないって。タカジンの言うところの確実に田島陽子の劣化版でしょ、これ。そうだよ。うん。やべえな、これ。うん。はい、こんばんは。うん。いや、荒れてるんじゃなくてもう爆笑レベルだよ、これ。やばいよ、金曜日は。よくそれで俺に論争仕掛けてくるよな。うん。そう、田島陽子が言ってた。田島陽子の劣化版ね。うん。田島陽子はまだ筋通ってるし、フェミニストを自覚してるから、彼女は。女性の人権守るんだっつって。だから差別だっていう立場があるから。うん。でも、それでも最終的にはポジション変えたからね。天皇家に関しては。フェミニストが女性は天皇は女性差別だというポジションだとお前が間違って発言した。俺言ってないよ。天皇、フェミニストが女性は天皇差別だなんて言ってないよ。言ってなくて、あなたが差別だって言ったんだよ、俺に対して。俺そんなこと一言も言ってません。全部記録残るよ。全部残るよ。俺一言も女性が天皇家に対して差別をしてるなんて言ってなくて、あなたが俺に対して差別って言ったの。じゃあ俺が何を差別したのって言ってんの。全然言ってないよ。あなたが言い始めたんだよ。録画残すよ。コメントも残してよ。コメント残せよ。恥ずかしくてお前消すなよ、これ。うん。言ってねえわ。言ってねえわ。お前のコメントに書いてあるんだろ？俺の差別したって。俺差別なんて発言持ち出してないもん。うん。そうだよ。みんな見てるよ。すげえな、論点のすり替え半端じゃねえな、本当に。やべえな。だから何が俺が差別をしたのか言ってよ。俺差別はしてないって。フェミニストが天皇家を差別するなんてどういう理屈だよな。自分でなんで確認すんだよ。言ってねえもんは言ってねえよ。俺自分の考え、自分の発言ぐらい自分に責任持てるわ。やべえな、これ。糖質だな、本当に。これ、あれでしょ、もう。闇将軍のツイッターと同じレベルでしょ、もう。これ、闇将軍のツイッターと全く同じレベルだよ、本当に。闇将軍なんじゃねえの、こいつ。うん、闇将軍の疑い出てきたわ。うん、いやー、笑わせてくれるわ、本当に。ニッチだね、これ。これ、闇将軍だわ。うん、いや、全然、っていうか、どこがどう差別に感じたのか、逆にもう答えてもらいたかったけども。まあね、まあね。いや、だから、結局、頭が悪い人が、政治とかこういうのに関わるの良くないっていう事例だよな、本当に。まあ、面白いわ。だから、結局、そうなんだよ。もう、ネットってさ、どんな意見でも書けるわけじゃん。それがさ、市民の声だってなるけど、バカに政治をやらせたらこうなるわけよ。こいつにも投票権が俺と同じ一票があるわけじゃん。俺らと同じ。恐ろしいよね。うん。恐ろしいよ、本当に。逆にさ、じゃあさ、ミミックが言うさ、完璧な天皇家を語ってよ。俺聞くから。完璧な社会を語ってみてよ。うん、いいよ、いいよ。全然聞くよ。語ってみて。もしかしたら賛成できるのもあるかもしれないじゃん。ビジョンを語ってみてよ。うん。うん。すげえ。うん。お願いします。じゃあ、ミミッキュが語る天皇制。先生、お願いします。じゃあ。ぜひ勉強させてください。僕より頭のいいミミックさん、あなたの理想国家を語ってください。うん。お前に、いや、みんな聞いてますよ。みんなミミック先生の国家論聞きたいと思ってますよ。うん。女性が支配するんですよね。
ネオアマゾネスみたいな感じで、女が99人でガリガリ働いて、一人のイケメンをむさぼり尽くすみたいな、そういう発想だろうね、多分ね。男性差別をするんだろうね。頭いいんだろうな。頭いいんだろうな。相当ここまでハードル上げるってことはよっぽど頭いいんだろうな。もうアマゾネスに次ぐアマゾネスでしょ、これは。ビジョンを語れない人にビジョンを語ってみてよ。これきつい。だってね、俺に反論があるんだったらビジョン語れよ。女性が支配とか誰が言ったんだよ。だって男性が支配してるのが差別だってことなんじゃないの？違うの？じゃあ何なの？何なの？聞きたいよね、逆にね。だから俺聞くから別に。俺女性差別なんか全然してないし。天皇家は賛成派だし。ね、仕方ないと思ってるから。うん、女性天皇は。生まれなかったら滅びちゃうんだから。その考え方が浅い。深いなぁ、深いわぁ、ミミッキュさん、深いわぁ。深いなぁ、やっぱ違うね。浅かったっすか？すいません。深いっすね。ほんと深いっすよ。やっぱ深いっすね。しか使わない人はね。すごいね。もう深すぎて見えないっすよ。底なし沼ですよ。底なし沼でしょ。相当セレブなんだね。相当だろうね、もうね。やばいよね。ありがとうございます、黒さん。あと解説ありがとうね、黒さん。ありがとうございます。いやよいしょ、うん、いやもういいよ、日本終わりだよ、日本終わり。お前に言ってば社会には男と女しかいねえだろうね。おかまいるか。あおかまも大事。おかまもお鍋も大事。あ、ミミッキーはじゃああれかな、オカマかな。どうなんだろうね。いいっすね。ありがとう。よいしょ。ああ、久々に笑ったわ、本当に。めんどくせえからブロック入れよう。うん。よいしょ。うん。もういいや。ジブリの話聞き入ってしまった。ああ、面白いよね、ジブリとかね。うん。全然面白いよ。いや、飽きたらブロックでしょ。だってフォローもしなければ花火も絶対しないもん。あんなの。うん。であとはやっかんでくるだけだから、もう全然笑わせてもらったら用済みですよ。ゴミみたいなもんなんだから、俺からしたら。で絶対金になんないから。あんなのね、いくら言いくるめたって、もう聞かないんだから。分かってんだから。もう用が済んだら、はい、さよならですよ。ケネディの話？ケネディってジョン・F・ケネディ？殺された陰謀の話？おお、いや、あんま詳しくないけどな。それ、千葉さん、今やってるから、千葉さんに聞いた方が詳しいよ。ジブリの話。おお、ジブリの話、何したっけ、この前。いや、それ、千葉さんの方がいいと思うよ。俺、全然詳しくない。ジョン・F・ケネディ。うん。どうやっても平行線だろうしな。まあ、平行線っていうかさ、まあだからいつも言ってるけど、政治の議論がしたい人とは全然話すけれども、議論をしたい人は議論をするとかディベートするは好きなのよ。ただ人格否定だけしたい人とは何話しても無駄じゃん。だって何話しても否定するんだよ。例えば俺が女性は社会で活躍した方がいいよねって話しても多分あいつは否定するんだよ。だから自分に論がないのよ。ただ否定したいだけだから。トランプも殺される。でもさ、オバマも殺される殺されるって言って殺されなかったじゃん。そんなことないと思うよ、俺。うん。まあでも、オバマは殺される可能性あるよな。殺されるっていうか、俺は戦争する可能性が結構高いと思ってるけど。うん。今年秘密文書出るって言ってたから、そうか、残念。あ、今年出んのか、もうケネディからだから。
ああ、ヒラリーが言ってたね、あの宇宙人に関する文書も公表するっつったけど、あれなんだったっけ、なんかすごい文書出てきたよね最近。なんだっけな、さっき記事かなんかで読んだけど、なんかすごいの出なかったっけ、古いやつ。なんかとんでもないの出なかったっけ、アメリカから。あれなんだったっけな、ど忘れしたな。なんかすごいの出たよね、なんだったっけ、もう忘れちゃったよ。しかもそれ今日読んだ記事だよ。宇宙人ってアメリカが隠してるのかな、どうなんだろうね、うん、通貨発行の既得権益の闇にメスを入れようとすると暗殺されます。それは絶対あるよね。要はあれだよ、ユダヤ資本とかに裏切ろうとするとやられるってやつですよ。 FRB ってさ、みんなあのアメリカのさ中央銀行ってあるでしょ、要はドルを発行してる会社。あれってさ、アメリカの国が運営してる人がと思ってる人いっぱいいるけど、あれ民間企業だよ。知ってた？ドルってアメリカの持ち物じゃないんですよ、うん、通貨発行権だけはあの別の人に抑えられてるんですよ。、うん、だからあのそう、だからよくそれ陰謀論でも何でもなくて、うん、だからアメリカ大統領よりも FRB の議長とかは権力があるって言われてんのよ、うん、そりゃそうだよな。まあだからアメリカは戦争するわけだし、うん、まあ逆に言ったらね、トランプなんかね、うん、どうした、どうしたの、え、これ、ね、眠い、寝る、寝る、うん、まあ日銀だって全く同じ構造だしさ、うん、まあそういうもんですよ、うん、いいよ、うん、俺もちょっと話したら寝るよ、じゃあ、うん、私に一国の通貨の発行権と管理権を与えよう、そうすれば誰が法律を作るぞ、そんなことはどうでもよい、うんうん、まあ実際だからお金を作るって、お金ってすごいんだよね、やっぱりお金って支配の道具で作ったものだから、管理する道具で、お金の大元さえ牛耳っておけばどんな金持ちが生まれようと関係ないんだよ、社会システムそのものを動かせるわけだから、うん、お金ってなんで人の命よりも重たくなったかっていうと、お金って普遍だから永遠性があるからなんだよ、うん、そこがね、あの人の命よりもお金が重たくなってるっていうところのゆえんだよね。日本人はそれを分かってたから金でやり取りしないで生産国高を図る、その何万石って、要はそのお米を作るっていう米本位制だったわけじゃん、うん、日本人は超頭いいと思うよ、米本位制ってすごいかっこいいよね、うん、要はお米の取れ高で国の力を図る、要は生産力も測れるし、その土地の豊かさも測れるし、労働も測れるし、国の強さも測れるから、国高で測ってたっていうのはすごいと思う、俺は。食い物食い物。しかも食い物って1年とかしか保存が効かないから、結局食っちゃうわけじゃん。だから回るんだよ。生産をし続けないといけない仕組みっていうのを作ったんだよ。だから日本の、その、国高米本位制っていうのはめちゃめちゃすごい制度だと思うね。日本社会がいかに優れてたかっていうのは。お米お金にするのは動的にどう、だから俺は別にその金がなくなったらめちゃめちゃ面白い社会ができると思ってるから、だから資本主義は古いとか資本主義やめようぜっていう、まあ関わらないっていうことは不可能に近いから、あんまり関わらないぐらいに、そうがっつり拝金主義になっても多分面白くないよっていうのは、っていうのも俺が拝金主義者だったから言えんだよね、やっぱりその金を追いかけてた時期があるから俺にも、で金じゃ幸せになれねえなと思って、うん、だからまあなんだろう、脳内物質主義だね俺は。いかに笑って、いかに怒って、いかに悲しんでとか、人生を豊かにした方が実は人生実りが多いんじゃないかっていう、うん、そう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 、だからそのなんだ、なんて言うんだっけそれ、信用創造か、あの昔は金を担保にそのお金っていうのを発行してたんだけど、今は完全にもう金を担保にしなくてもお金が発行できるじゃん。そう、うん。だからお金の価値っていうのはもう担保がないんだよ、今。
まあビットコインみたいなもんだよな。でもさ、ニコ生で語ってたらさ、あんなのばっかりなわけじゃん。さっきのリスナーみたいなのばっかりでさ、要は俺がバカにされるわけじゃん。なんか頭悪いみたいな感じにされるわけじゃん。ふわっちってありがたいよね。いや、和道が言ってること正しいよって普通に言ってくれるわけじゃん。リテラシーほんと高いと思うよ、ふわっちは。うん。金本位制の復活、もしくはお金をする権利を奪おうとするやつは、皆暗殺される。ケネディもリンカーンもリビアのカダフィとかもね、そりゃそうでしょ。うん、そりゃそうだと思うよ。権力者がだから、あのよく言うんだけど、日本の法律も同じようにできてて、あの殺人よりも重たい罪って何かっていうと、あの通貨発行権、要は通貨の偽造であったりとか偽装であったりとか、要は勝手にお金吸っちゃうとか、あと国家反逆罪とかも死刑なんですよ。あの人を殺すなんて、まあ重たい罪は重たい罪なんだけど、国家を潰そうとすることとかお金を勝手にすることの方が重たいっていう判断を法律上示されてるわけじゃん、国家の体裁を守るって。うん、だからそれはまあ潰されますよ。うん、その国が成り立たなくなるから、支配ができなくなるから。俺はだけど、日本の教育のその官僚を生み出す制度とかも怖いなって思うよね。やっぱ学校で義務教育とかで、学校通わせて頭いいやつをピックアップして、でそいつらを権力者側に引き上げていくっていう制度なわけじゃん。うん、だからあれなんだよね、儒教の教えだよね。儒教を一番守ってんの日本だよな。うん、日本はお金で支配をしてるってことですか。お金で支配をしてるとは思わないけど、実質そういう風になっちゃってるっていうのが今の日本だよな。うん、だからよく言うんだけど、1億円元手に1万円を稼ぐのと、全く何も持ってない人が1万円を稼ぐのって全然違うでしょ。1億円持ってたらさ、100万円貸して次の日101万で返してって言ったらさ、みんな金借りたいわけよ。そんなの5万といるからすぐ金になるわけよ。うん、一瞬で金生まれんのよ。だけど普通の人はその資本っていうのを持ってないのよ。だから肉体労働って言って、その時間を使う、もしくは肉体を使う、うん、っていう労働をしないといけないの。だけどみんな冷静に考えたらわかるんだけど、時間っていうのは有限なわけよ。で肉体を使うっていうのは危険があるわけよ、リスクがあるわけよ。だけどお金を貸してお金を生むって意味がわかんないじゃん。だから俺は家賃とかもおかしいっつってんのよ。だってその建物を買った人がいる、でその人が利子でお金を取るって、それはお金がお金を生んでる仕組みじゃん。だからそれは平等じゃないでしょっていうことを俺は言ってるね。だから俺がよく言ってるのは、ちょっと社会主義に誤解されるんだけど、相続税を 100% にしろって言ってるね。もう日本人にだったら日本全体の子供で、死んだら全部国に返して、国は全員に平等にばらまくと。そしたらチャンスが平等になるし、資本主義もできるでしょって。そしたら国家間も強くなるし、国の経済力上がるぞ。相続税 100%。どうですか、うん、賛成反対。お金ってあるところより、一層集まる性質がある。レバレッジってやつですね。それが。経済理論のテコの原理ってやつですね。うん、その代わり、子供には引き継げなくなるけど、社会全体が自分の子供になるっていう。どう、俺の考え方狂ってるかな。俺そのシステム結構うまくいくんじゃないかなと思ってんだよね。共産主義と社会主義の、あ、じゃあ、共産主義と資本主義のいいとこ取りしてんだけど。みんなはどう思う？それ。要は死んだら一回国に全部金取られんの。資産が全部。で、その資産が全部平等にばらまかれんの。ただ、経済活動は資本主義の原理。うん。だから同じ給料じゃないの、働いてるときは。死んだらリセットして国がばらまくっていう仕組み。いいでしょ？どう？そしたら平等じゃない？うん。ああ、やっぱ言われた。だから共産主義と違うところっていうのは、生産をした時に平等にばらまくんじゃないよっていう理屈が入ってんだけど、わかんないかな。うん。共産主義と社会主義、共産主義と資本主義のいいとこ取りをしてるんだよ。この理屈わかる？偏ってないんだよ、俺。うん。ダメかな？やだ？
だってさ、貧乏に生まれた子供ってさ、大学に進学率とかやっぱ低くなるのは、ハーバード白熱教室のさ、トマ・ピケティじゃねえや、マイケル・サンデルとかが話してるわけじゃん。そう、確実に格差を生んでるわけよ。知的格差も生んじゃってるのよ。で、知的財産っていうのがさ、経済活動においては大きなさ、共産主義と社会の違いは、うん、そうじゃなくて、経済理論の話をしてるから社会主義の違いじゃなくて、共産主義と資本主義のいいとこ取りをしてるんだよってさ、大家だけどマンション一室買うのに何千万もローン組んで毎月銀行に支払ってるんですか。いや、わかるんだよ。でも、例えばなんだけど、それって頑張ってきたから、自分の財産だっていうのはわかるんだけど、それでいいと思うのよ、黒さんは。それができて。例えばでも、生活保護の子供の人のスタートラインと、資産が10億ある家の子供の家で生まれたらさ、絶対にさ、その、同じ努力をしても、実る努力って変わっちゃうじゃんっていうことを言ってんの、俺は。現在でもクソ高い相続税かけられてるけど、金持ちは抜け道を探して払わないからね。結局さ、その事業とかやったりとかしてさ、分散していけばさ、結局減らせることはできるわけだから。うん。そのシステムだと写真はどうなる？写真？著作権とかそういうこと？肖像権とかそういうこと？写真ってどういうことだろう？うん。ちょっと面白そうな議論だな。青丸さんどういうこと？写真はどうなる？あの世まで資産は持ってけませんよってことだけ。で、要はね、ここは家制度を壊そうっていう話なの。だから、実は日本の伝統を壊す話もあるんだよ。借金か。借金も国に返還。だから借金はなくなる。うん。借金もなくなる、負債も。だからプラマ、借金も、だって実質さ、借金自体も俺ら負ってるんだよ。日本が負った借金っていうのは税金で俺らがどん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 上乗せされてるわけだからさ。逆に今の世代っていうのは借金払わされてるわけじゃん。それをうまく借金だって言ってないで、理屈を変えてやってるだけなんだよ。ただ、収支のプラマイゼロで、国に一回返還した時にさ、死んじゃったんだったら引き継げないっていう風にやればいいんだから、それは平等にやればいいじゃん。うん。そうそう、生まれた時点で俺らは借金背負わされて、それが借金だっていう自覚はないだけなんだよ。うん。でも、親が子供のために頑張った結果、そうそう、それがなくなっちゃうの。その代わり。だけど、生まれてくる子供っていうのは全員フラットになるの。だからそこが難しいんだよ。自分の子供に豊かにしたいっていうのはできなくなるの。その代わり、日本全体が良くなる。もしくは、問題があったら日本全体が悪くなる。だからみんな一緒に頑張ろうっていう制度。そう。だから、ヨンヨンが言ってるように、自分の子供には引き継げなくなるけど、その代わりに、自分の子供の世代がみんな平等に頑張ったら頑張った分だけ安心して働けるっていう感じ。どうかな？うん。でも、これ、唱えてる人あんまいないよね。どうなんだろうな。俺、死んだ後だったら、生まれた国に全部返してもいいかなと思うんだけど、それはやっぱ片親だからなのかな？子供いないし。それの近い国っていうのが共産主義なんだけど、まあ共産主義がそれをやってないっていうのが現状だよね。うん。零細企業は消えてなくなりますな。国の借金というのは実は国が国民に貸してる。そうそう、債権者は国民だから、国の借金じゃなくて政府の借金なんだよね。そう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 。国の借金はない。国って俺らのことだから、俺らの資産が目減りするっていうのは GDP が下がるとか生産性が下がることを指すんだよ。だから、政府の借金というのはさ、国民が債権者だから。でもね、あれもそれも嘘なんだよ。実は国民が債権者って言ってるけど、ほとんどが日銀が金、貸してるだけなのね。銀行とかゼロ金利とかで。だから国民でさ、国債とか買ってるのって一部の富裕層だけだから。民間人って言うとまた語弊があるなと思ってるから。その理屈も難しいよね。そうそう。ただし、外国は国債を買ってなければ。そう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 。そういう理屈が出てくるから難しいんだけど、でもその基本のベースは俺は結構ありなんじゃないかなと思ってんだよね。うん。外国に資産を持ち出せないためにはどうする？外国に資産を持ち出すのは税率が悪いからでしょ。結局、働いたら働いた分だけ、自分の手元に残らないっていう考え方があるから、タックスヘイブンとかにお金が逃げていくわけじゃん。マレーシアとかベトナムとかさ。どん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 今逃げてるわけですよ。パナマ文書だっけ？パナマ諸島とかにどんどん逃げていくわけだ。だけど、その税金っていうのがあったら本来国に回るわけだ。
だったらそういうものを全部撤廃して全部一回国に返還しちゃった方がいいと思うけど、俺日本は破綻してますね全然。ただなんで日本が潰れないかっていうのは、国民の現金資産の保有率が世界1位だからです。これ結構面白い話なんだけど、日本で実は超お金持ち国家で、タンス預金とかが有り余ってる状態だよね。簡単に言うと、個人お年寄りたちの蓄えがすごい多いのよ。だから現金資産だけはめちゃめちゃ持ってるって言われてる。アラブの金持ちの国とかそういう感じなんかな。そうだよ、そう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 、アラブの金持ちとかって、あの国民全体が年収800万以上とかなんだよ。なんでかっていうと、もう国からバンバン仕事とかももらえるし、自営業というものがないんだよね、ほとんど。だって油が売って油が売れてくから、それを国民にバン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 ばらまいてるんだもん。だからみんな超富裕層の、そうそういう感じ。うん、だからアラブのホームレスとかあんま聞いたことないでしょ。うん、そうそう、血が止まってんのと一緒だよね、日本の場合は。経済事情がちょっと特殊なんだよ。要は簡単に言うと、国民が豊かになりすぎて物が売れなくなってんだよね。だから物価を上げないといけないんだよ本来は。物価を上げて所得を上げてって言って、インフレ気味にしないといけないんだよ。そしたらなんとかなるんだけど、デフレスパイラルって言ったのはまさにそこで、金の流れが止まってんの。なんか一般庶民の感覚だと、お金って使ったらなくなると思ってるけど、次の人次の人って順繰り回っていくだけなのね。で、回るスピードが速くなれば速くなるほどお金って増えるっていう経済理論があるの。意味が分かんないかもしれないけど、お金が回らなくなれば回らなくなるけど、お金って減るので、お金って減るって言ったら、えってお金減らないでしょ、枚数変わらないじゃんって言うけど、そういう意味じゃなくて価値が変わるの、物価が変わるの。要は1万円で買えるものと買えないものが出てくる。だからお金減るって言っていいのよ。こういう理屈を理解しないと、多分この話が何言ってるか分かんないと思う。サウジアラビアと日本比べたら日本って貧乏に見える。うん、私も冷蔵庫の上に金庫置いて保管してます。 ATM だと50万しかおろしてないし。あー、羨ましい。うん、素晴らしい。要は日本ってさ、自分の子供か、もしくは自分の気に入った人にお金を譲れるっていう制度なんだよ。でしょ、簡単に言ったら自動的に自分の家族、子供たちとか下の世代に譲っていくか、で3代渡ったらそのお金っていうのは全部消化されるっていう計算なのよ。うん、こんな配信、あ、ありがとうノールさん、ありがとう。ぜひぜひ、花火ありがとうね。なんか初見さんかな、すまんね、なんか気使っちゃって。ありがとうございます、花火いただきましたノールさんから。 ATM を上限これ500万以上窓口下ろし何使うんですか。ふざけんなだよね、お前の金じゃねえぞって。ふざけんなだよね銀行。まあ50万以上貯金したことないけど。ありがとうございます。1,2,3,4,5,6、あざす。でもあんまり賛成されないんだな、偏ってんのかな俺の考え方って。経済活動とかは、要はやったら、働いたら働いた分だけその収入は上がるんだけれども、要はアイディアとか著作権とかいろんなも社会に評価されたら収入上がると、要は現世利益なのね。だけどその次の世代とかがフラットの状態でスタートができる、要は国の子供っていう概念は結構面白いと思うんだけどな。それがなんか社会主義とか共産主義に見える、聞こえるっていうのは結構洗脳されてねえかなとか思うんだよね。偏った意見に聞こえちゃうんだよ。それってなんか資本主義側に結構毒されてるんじゃねえかなと思って。新しいフォロワーさん、ノールさんフォローありがとう。資本主義が悪いわけじゃないのよ。資本主義がこの世を発展させたのは事実なんだけど、先進国が抱えてる問題のほとんどっていうのが資本主義の慣れの果てなんだよ。要は、だから言ってくけど、ここ数百年ね、まあ日本はここ最近かもしれないけど、100年ぐらいかもしれないけど、西洋とか200年、300年ずっと資本主義やってたわけだ。だけど、それがわかる通り、お金がお金を生むと。で、孫に相続すると。で、その代っていうのは超有利で、今度守っていくじゃん。でもお金が勝手にお金を生んでくって。それがロスチャイルドとかなわけでしょ？簡単に言ったら。よっぽどなリスクヘッジをしない限り、金貸し商売やって、投資だけやってれば儲かり続けるんだよ。ってことは、
民主主義が生んだ資本主義、要は民衆が頑張った分だけ働いたら豊かになれるよっていう理想像から遠く離れてて、昔の社会主義みたいにそのなんつうの貴族階級ができちゃってんのよ。見えない貴族階級が。そう、昔より立場悪いのは、昔の人は着てるものとか良かったんだよ。貴族は貴族って分かったんだよ。もう平民は平民って格差があったの、身分があったから。だけど身分は平等なんだけれども、明らかに今見えない形で立ちが悪く貴族階級ができるの。だったら俺は2つ、貴族階級を1回取り壊して国に返還して平等な子供たちを作る。で、平等な子供たちを競わせて資本主義をやらせる。だから半分共産主義半分資本主義ね。もしくは貴族制度を復活させて税収を多く取ろうって言ってんの。この2つ俺は。うん、そう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 、労働の対価としてのお金ではなくなってしまってる。そう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 、そういうこと、そういうこと、そういうことです。うん、新しいフォロワーさん紹介します。ジャスパさんフォローありがとう。こんばんは。イルミナティって何なんですか。イルミナティとかの話よりも、そういうね陰謀論に逃げるのもいいんだけど、ロスチャイルドとかなんだかんだっていうのは千葉さんのところで聞いた方が俺は面白いって言ってる。そうじゃなくて、もっと実際に出てる事実っていうのから話をした方が面白いよっていう風に言ってる。そのなんつうの、遠く離れすぎててイメージできないものよりも、FRB っていうのが民間企業っていうのがいかにやばいのかとか、生活保護叩きをしてる場合じゃなくて、パナマ文書、例えば生活保護って、2兆円ぐらいかな、年間。日本人が生活保護。でも、2兆円分で日本人の命を繋いでるんですよ。そこを叩いても意味がないんだよ。この人たち貧乏な人で、貧乏これ以上叩いても意味がないの。そうじゃなくて、それをはるかに超えるうん百兆円とかうん十兆円というお金が脱税されてることの方が問題で、なんでそっちを叩こうとしないのかっていう問題の本質の方を喋った方が実はいいんじゃないのっていう考え方はあるけどな、俺は。新田さん、そんな感じでどうでしょう。資本主義で蓄える枠を超えて世界の人口が増えすぎたのが原因だと思う。俺はだから、まあ、変な話なんだけど、なんだろう、この、人口減らす政策っていうのをうまくやってると思ってて、日本の経済ってそもそも国土的に考えると、この国に1億2000万人いること自体が不思議だと思ってんの。梅を増やせようでさ、戦争の時のさ、トラウマでさ、子供が増えてるわけでしょでしょ結局。戦争の名残なんだよ、これって。だから、本当は江戸時代の時みたいに3000万人ぐらい日本の人口を減らした方が内需は回ると思ってますね。官僚がうまく仕掛けてると思ってます、うん、その代わりもう日本がトップになることはないですよ、うん、ただヨーロッパの、まあ、ドイツとかさ9位ぐらいになるんじゃないの。豊かだよねって。そうだから、お金の数価値で中国とかアメリカに勝つっていうのが無理なんだよ、もう日本人は。そうじゃなくて、なんかお金はちょっとね、そこそこリッチなんだけど、こいつら幸せな生き方してるよねとか、クリエイティブだよねっていう方が評価される時代が来るんじゃないかなって。やっぱ日本人っていい製品作ってるよねとか。そう、いらないものを作りすぎなんだよ、簡単に言うと。うん、はい、たくん、おはよう。どう思います。うん、俺はそうだと思うけどな。日本は中国に負けたってことですかね。いやね、勝った負けたはね、意味ない。俺は。なんでかっていうと、中国、だってさ、インドが世界の中心だった時もあれば、そのイスラエルとかが世界の中心だったり、ローマが世界の中心だったり、イギリスとかフランスだったりとか、ね、中国の時もあれば、日本の時もあったんだよ。日本が輝いてた時代もあるのよ。要はね、それって、移ろいで行くんだよ。どこも滅んだり、国が滅んだりを繰り返してやってきてるわけよ。そう、内乱が起こったりとか。でもね、結局ね、これってね、世界が一つになろうとしてるんだよ。要は戦争と戦争を繰り返していって、インターネットのすごいところって、もう要はこれからさ、 Google が翻訳機能がすごくなっていって、もう文字打ったら勝手に英語とかに変換してくれる時代が来るんだよ。もう言語の壁を越えて世界がなくなるんだよ。国境がなくなるの。日本人とかアメリカ人とか、どんどん概念が薄まっていくのね。国籍はあるんだよ。だけどそれよりも、 Google に属す、 Mixi に属す、 ニコ生に属す、 Fwatch に属すって言って、今度国民が自分が所属する団体を選べるようになるの。これって俺は新しい国家観だと思ってるの。国家じゃないんだけど、国家ではないんだけど、疑似国家って言ったらいいのかな。だからそこで Google とか Facebook が頑張ってるわけだ。それを理解してるから、俺はそういうことだと思ってるよ。だから Google とか
Facebook が今何やってるか、LINE とか分かってる企業は何やってるかっていうと、非言語化っていうビジネスをやっていて、簡単に言うと LINE スタンプであったりとか、いいねボタン、バットボタンとか、要は言語が伝わらなくても、アクション、要はアイコンとかをタッチするだけで、これが何の機能かっていうのにこだわってるでしょ。要は外人の、だって、文字は何言ってるか分かんないけど、動画を見た時、いいねとバットは分かるわけじゃん。要は、これって非言語化っていうビジネスなんだよ。これね、国境を越えようとしてんだよね。そうそう、ふわっち民とかニコ生民とか、どこに属するとか、自分の気の合う仲間たちがつるむようになるんだよ。だから ISIS がその典型だと思ってる、俺は。ISIS は Twitter とか Facebook とかで国民募っていて、実際国を持ったわけじゃん、彼らは。土地を支配して国を作ったわけよ。このご時世で国作ったってすごいと思うよ。うん、あれはネットでうまくやったと思ってるから、うん、そう人口が多ければ多いっていう時代が有利っていうのじゃなくて、これからクリエイティブなものが有利になってくるから、うん、だから日本はね、その軍人とね、工場労働者を作るのは天才的にうまいし、気質に合ってるんですよ。世界一真面目な国民だから、納期守る、遅刻はしない、逆らわないで、いいもの作る、街は綺麗とか、こういうことやらせたら天才なの。だから日本の電車ってすごいって言われてて、山手線って確か1日回って全体の事故以外のタイムラグっていうの5分以内なんだよね。確か3分以内とかじゃなかったっけ。世界的見て異常なんだよ。ダイヤがずれないんだよ。だけどインドの電車とかって1本の電車2時間遅れるとか当たり前なんですよ。これはどういうことかというと、日本人のサービスの素晴らしさっていうのは、実は攻めるだけじゃなくて、保守的な仕事っていう、保守的な気質の方が合ってる仕事ってあるの。それは飛行機の運転とか、電車の運転とか、要は危険事故が起こりやすいものってあるわけじゃん。こういう人たちが、よし、稼ぐぜ、今日も飛ばすぞっつって、新幹線とか飛ばしたらやばくないお前ら。よし、もっと売り上げ上げるぞ、今日は3往復しちゃおうかな、パイロット、ワドです、発出しますとか言ったら嫌でしょ。俺がパイロットだったら。売り上げ稼ぐぞーつ、飛ばしますよーつって。尻止めるとしっかりなんてやりたくないでしょ。だったら高い方がいいじゃん。安全で。要は、クリエイティブとかお金を稼ぐだけじゃダメなんですよ。うん。遅刻を許さない国って絶対おかしいよね。おかしくないと思うよ。日本の美徳だと思う。そう。日本はね、世界一なんだよ、実は。電車とか。で、今日ツイッターに俺写真あげたんだけど、見た？俺のツイッターの写真見た人、電車にね、おがくずっていうボックスがあったの。意味がわかんなくて俺写真撮ってツイッターにあげたんですよ。鉄の箱におがくずって、ゴミ箱みたいなの、でっかいゴミ箱、倉庫みたいなのにおがくずって書いてあって、あれ何？と思って。俺ほら気になったらすぐ調べたいけど、ここ Google で検索しても面白くないから、ツイッターで面白い意見出るかなと思ってあげてみたらすぐ来て、そう。そしたら、これは、ゲロ吐いた時にばらまいて、水分取って、かたす用ですよ、とか、なんか水が漏れた時に、こう、水を水分吸って、おがくずってあって、あー、すごいなーと思って。うん。だから、無駄なものってないんですよね、やっぱ。あれはすごい面白かったね。うん。そう。頭いいよね。そう。面白い。ねえ、人生っていろいろありますよ、本当に。でもね、俺よく言うんだけど、国家が幸せになることと個人が幸せになることは全く別だよっていうことを常に言ってるんですよ。で、俺はどちらかっていうと、国家とかのシステムとかを変えようとするんじゃなくて、個人の幸せを考えていったら、自然と国自体が良くなるんじゃないかなっていうのが最近の考え方。昔はね、結構社会のせいとか見えないもののせいにしてた。日本が悪いとか。そう。そうじゃなくて、実は俺の近くにいる、まあ、レクチとか、よく遊ぶレクチとか、たくみさんとか、ノンタンとかが幸せになると。この4人が幸せになって、で、レクチには、まあ、恋人ができたりとか、わかんないけど、友達、バンド仲間とかがいるわけじゃん。家族もいるわけじゃん。で、ここが幸せになると。で、バンド仲間も幸せの幸せが連鎖する。だから、ペイフォワードみたいな理屈で、ゆっくり見える形をね、変えていった方がね、実はね、理想形なんじゃないかっていうのは最近感じてきて。
だからまあよく言うのが、ここを見てる人たちにあんまり距離を取らないでくれって言ってて、もうその家族とか友達のノリでいいんだよっていう。和道っていうその弟なのかお兄ちゃんなのかおじさんなのか、いろんな見え方があるけど、もっと身近に感じて、そのなんつうの、お互いの人生をシェアしていった方が、実は俺らは幸せになる確率高いんじゃないかっていうふうに思ってる。自分の意識を変えることから始めないな。そうなんだよ。だから俺は俺自身が日本だっていう自覚があるから、アイアム日本の一部、それはその1億2000万分の1とか1億3000万分の1なんだけど、アイアム日本だと思ってるから、だから日本の悪口を言うっていうことは自分が悪いってことだと思ってるの。でも全員その意識があって初めて国家って良くなると思うから、それこそ、それだったら民主主義成り立つなと思ってるね。で、もしそれで成り立たないんだったら、じゃあ村でいいじゃんっていうことをよく言ってて、じゃあ和道村作って、俺らの理想の村ぐらいだったら作れんじゃないのって。100人ぐらいで住んだら村じゃん、ぶっちゃけな話。田舎の方で100人で狭い土地に密集して住んだら村でしょ。で、独自のルールを発展させていって豊かになっていって、それが実はね、資本主義が滅んだ後に再発見される可能性はあるんだと思ってるよ。国家運営のシステムを変えるには革命しかないよね。そう考えてた時期が僕にもありました。国家の運営システムを変えるには革命しかない、そう思ってた時期が僕にもありました。うん、でもね、あのね、革命起こしたやつってやっぱろくでもないんですよ。スティーブ・ジョブズにしかり、あのナポレオンにしかり、ヒトラーにしかり、革命ってね、やっぱりね、本質的じゃないんだよね。うん、官僚が強すぎるとかじゃないんだよ。革命ってやっぱ本質じゃないんだよね。革命は独裁国家に有効です。日本は一応民主主義国家で選挙もあるので、投票やら自ら、そう俺はよく言うんだけど、サトルさんの言ってる意見全く同意見で、俺政治の話あんまりしないんですよ。結構毛嫌いしてて、今日珍しいんですよ。よく政治あんま語りたくないって言ってて、そのポジションは一つ、俺が政治語るぐらいだったら俺政治家になるって言ってんので、一回本当に出馬を考えたことがあって、だったら東京都知事選の新宿議会議員なんか1000人か2000人票が集まったらなれるんだから、俺出るよっていう話をして、だから政治って本来民主主義だったらみんな担いできて、新宿の人が2000人さ、和道やれっつったらなれるわけだから、だったらみんなで一緒に頑張んないっていうことを言ってんの。それだったら面白いじゃん。俺の公約っていうのは簡単で、本当民主主義だから、あの24時間生放送垂れ流すの。24時間じゃないか、仕事中は。で、全部公開すんの。で、みんなにアンケート機能。どうするっつって、みんなっつって。それ面白くない？俺どっちに票入れるって言って。でも全部見せるし、全部議論もするのよ。俺こう思ってるから、俺はこっちに入れたい。みんなどう思うっつって。最終的に決めるの自分だけど。でもそれが本当の民主主義だと思ってて、それが本当のフラットの政治だと思ってるんだよね。そう、インターネットに近い考え方かな。俺の意見入れるね。入れる入れる。入れるっていうか、まあ、ほら、そのシステムだと俺が決定権はあるから。でもアンケートの機能に逆らうっていうことは、そのシステムが崩壊してるっていうことだから、結局意見は言ったとしても、それに従わないと俺がその政治生命絶たれるわけよ。だから結局俺は意見はとことん言うんだけど、ね、こういう風にしようよって言うんだけど、決めるのは国民。そう。だけど俺はただの一票だから。決定権は1しかないの。だけど影響力は半端じゃないと思うの。他の人からしたらさ、ずっと俺と話すときにピリピリするわけじゃん。ずっと監視されてるわけだから。今の政治家は我々の総評の結果、その慣れ果てが今の国家システムだから。そう。だから、政治家が悪いんじゃなくて選んでる俺らが悪いって。それを変えるのは武力行使による革命に行き着くよ。俺はだから意識改革が重要かなとか思ってるかな。なんか、坂本龍馬かっこいいとか、ジョブズかっこいいって思ってた時期もあるんだけど、俺は結構ね、やっぱね、吉田松陰ってすげえなと思ってて。吉田松陰っていうのは死んだ後もさ、その志士たちが倒幕を果たすわけですよ。だからね、結局ね、あの、思想がしっかりしてないと、結局ただの暴力に変わる可能性があるんだよな、革命って。うん。だから、まあ、革命じゃなくて、意識改革をしていけば勝手に変わると思ってるかな。うん。ていうか、日本人って結構、振れ幅がでかいから、俺よく言うんだけど、戦争大嫌いなんだけど、北朝鮮から一発でもミサイル来たら戦争国家に変わる可能性があると思ってて。日本人って、あの、口下手だし温厚な民族なんだけど、一回やられたら止まらなくなる気質があるんだよ。で、戦争強いんだよ、日本って。
だから一回ねドーンってねミサイルどっかの国から落ちたら徹底的にやると思うよ。俺らそんな感じしない？普段 おとなしいじゃん、平和じゃん。だけどさ、身内とかがやられたらめちゃめちゃ怒るタイプじゃん。そう、日本人って昔からそういう気質だからさ、ちょっと怖いんだよね、そういう自分たちの国民性が。うん、高橋さんおやすみ。うん、そう、温厚な人ほどね怒らせたら怖いんですよ。うん、北朝鮮が日本にミサイル落ちたら戦争起きますかね。多分日本は一気に右傾化するだろうね。うん、一気に右傾化すると思うよ。法案ポンポンポンって勝手に変わってもうガンガン戦争やると思うよ、俺の予想は。うん、すっごいことになると思う。暴走すると思うよ日本は。うん、だってさ、ヒトラーってさ、なんかさ独裁者って言われてるけど、彼ってさ民主主義で選ばれたんだよ一応。ヒトラーって 90% とか国民に選ばれたんだよ。うん、はい、ワード2、はいはい、いらっしゃい。うん、やばい国に住んでるな。でもそういうところあると思うけどな、日本人って。どうなんだろう、俺だけかな。そろそろ寝る？まあね、でもね、俺がね、国家を憂いたところでね、俺には力がないんだな、申し訳ないけど、国を変える。うん、ここでね、いくらね、みんなでね、本気で考えてもね、俺には力がないんですよ。本当はね、力があってね、そういうことができたら面白いんだけどね。うん、そこは悔しいよね、ちょっとね。机上の空論ってやつですよ。北朝鮮何するかわからないって言ってるけど、うん、なんか北朝鮮を作ったのは日本だっていう自覚は日本にないのが怖いかな、ちょっと俺は。うん、日本の後追いしてるだけだからね、あれは。そうそう、昔の日本の名残ですから。眠いね、ちょっとね。もうミサイルが飛んでくるような戦争起きる確率よりも常にネットサイバー攻撃。そう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 。認識が重要。そう。俺がよく言ってんだけど、だから経済戦争とか、要はね、土地を取るゲームに意味がないなっていうことに気づいて、そうそうそう。実質的にね、支配しても無理なんですよ。だから情報戦争っていうか、それよりもね、ネットのサーバーのアクセスをどれくらいとか、だから中国は頭いいんだよ。Google とか入れないんだよ。わかってるから。人口を抑えられたら困るんだよ、あの膨大な。だから中で回そうっていう考え方なんだよ。グレートファイアーウォール作って、あれはね、その思想が一番やばいっていうのを中国は分かってるんだよ。そう、うん、だからその核が落ちるとか実際武力があるっていうのはほぼないよ、ほぼない。 あるんだよ、最終的には、最終的にはあるんだけど、メリットがないんだわ、コストが高いんだよ。うん、やるとしたらアメリカが、要は軍事産業で作ったミサイルの弾をさ、一回減らそうか、つって。だからあれで俺もう断言しておくけど、確実に近いうちアメリカ戦争やるよ。うん。あとね、そうだな、4年以内に戦争やるの断言しておく。新しい戦争絶対やります。うん。これは絶対だから。共和党はやるぜ。うん。一回生産するから。在庫処分。やる。絶対。その時にね、日本を使ってくる可能性あるよ。うん。うん、多分ね、台湾あたりやばいんじゃないかなと思ってるね。台湾は、台湾が独立するっていうのから、中国と日本も動く可能性あると思うよ。うん。情報戦の時代だよね。俺はね、結構ね、台湾が結構ね、動向を見守った方がいいと思う。うん。日本巻き込まれるよ。うん。結構危ないと思ってるね。多分ね、中国に喧嘩売ると思う、アメリカは。うん。武力攻撃があったとしても、本気で侵略してくるときは全部インフラ落とされる。歩兵が侵攻してくるときは戦争でなく占拠するため。そうだろうね。間違いないでしょ。あと、まあ、日本がもしやられるとしたら、内部にいる10万人の工作員がね、一斉的にテロ起こすよ。サーバーダウンさせて。うん。一瞬で終わると思うよ。そう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 。古い弾変えるじゃなく、うん、まあ、変えるも作るも同じことなんだけど。要は GDP 動かすためには必要なんだよ。
アメリカだからね、もうドルを維持、だから日本で実はアメリカに作られたんだよ。あのビジネスモデルとして、先進国になったらこんな豊かになれますよっていう、俺らの傘下についた方がいいよっていうモデルなんだよ。うん、そう、日本の官僚もそこに乗っかった節はあるんだけどね。うん、アメリカ、日本は友達とか言ってるけど実際はどう思ってるの。あ、俺アメリカに行ったことあるけど、日本人なんか韓国人より下だよ。今は違うらしいけど、俺が行った時はそうだったよ。チャイニーズ、コリア、ジャパニーズって言われるよ。これショックだよ、結構目の当たりにすると。で、今アメリカにいるそのリスナーさんから聞いたら、いや今結構日本の地位高いって言ってた。あのクールジャパンとかそのゲームとかですごい、あの日本人かっこいい生き方してるってなって見直されてるよっつって、うん、ただ昔はひどかったらしいねっつって、ジャップなんかもう相手にもされなかったよって、もう差別の対象苦い以下だって、うん、俺本当に感じたもん。俺あれだよ、アメリカで中学生の時にホームステイ行ったんだけど、あのシルバーアクセサリーの店員さんにこうやってやれたよ、帰れって。ありえないでしょ、日本だと。日本人の黄色い顔したやつが店に入ってきたらこうやってやれんだよ。マジでこれ差別だと思ったもん。すげえと思った。黒人以下だよ、だから日本人だけだよ。そう、日本人って無意識化で白人と同等だと思ってんのよ。そんなこと思ってんの日本人だけだよ、うん、あのね、人権意識の高いフランスとか移民が多い国とかはそんなことないけど、まあアメリカとかめちゃめちゃ差別国家だから、うん、座る席とか指定されるよね、全然だよね、うん、もう産休市民扱いだよ日本人なんて。だし、日本の製品なんか向こうで全然浸透してないよ。実際一般のアメリカ人にとって日本人も日本も興味がない。ほとんどニュースにもならない。昔戦争で負かした国も一つぐらいしか思ってない。ほんとほんと。日本がどこにあるか。だってアメリカの首都がどこにあるかわかんない国民なんだもん。アメリカって、海外旅行が世界で少ない国なの。なんでかっていうと、アメリカ大陸が広大だから。そう。だってさ、アメリカのさ、なんだっけ、ワシントン、要はワシントンの中央なんとか議会とか言ってるじゃん。あれってどういう意味かっつうと、なんでアメリカ大陸の真ん中にないのって考えるじゃん、普通だったら。あれ意味違うんだよね。アメリカのその中枢にある機関っていうのは世界の中心がここだよっていう意味なんだよね。だから俺、中国人の考え方ってそうじゃん。中国って自分の国が真ん中にあるって考えるじゃん。それと同じなんだよ、うん、ワシントン DC ね。実際一般、うん、これは読んだか。うん、だからね、それはね、マイケル・ムーアのね、ビッグワンっていう映画見ると面白いよね。結構わかるよね。いや、今はだから、いや、イチローとかさ、中田とかはさ、逆で尊敬されてるでしょ。全然、勝ち取っていった人たちですよ。イメージを変えていった人たち。だけど、望んでない人もいっぱいいると思うよ。っていうか、イチローのスタイルって日本野球を向こうに持ってったわけじゃん。日本の一流の日本野球のスタイルを持ってったわけじゃん。だって、ホームラン打つゲームなんだから、あれって。野球ってそもそも。でしょ？内野安打を打つゲームに変えるわけじゃん。それがかっこいいとかさ、走る、盗塁がかっこいいっていう技術を見せたわけじゃん。あれはもともとホームランをバカーンって打って、届かなかったらダサいっていうゲームだから。アメリカ人的なゲームだから。速い球投げると。当たったら飛ぶと。で、飛んだら気持ちいいと。最高っていうゲームだから。うん、すごい差別されてたよ、当時は。ユリエッティさん、風船ありがとう。サンキュー。10個もありがとね、うん。日本って差別されて怒って戦争して負けてポジになったのに洗脳。あ、それはね、ちょっとね、俺は価値観が違うかもしれない、メロン。ちょっとね、解釈が違う。日本って、もともと戦争をめちゃめちゃしてた国家なんだよ。要は、世界って内紛が起こって国ができるのって後半だけど、日本って国家っていう概念が結構早くできたの。要は、江戸時代の時にはもう制覇してたわけだ。で、鎖国をしても国家間ってできてるわけじゃん。それっていうのはなんでかっていうと、負けたら捕虜になるんだよ。頭領だけ切って、要は頭だけの首切って、あとは自分の兵隊に入れるっていう文化なの。だから海外のチェスとかは全員殺すんだけど、殺していなくなるじゃん、ボードから。だけど将棋って自分の駒になるじゃん。これって日本の戦の考え方なんだよ。だから負け、頭についていくと。自分の親分を決めると。で、一生ついていくと。で、負けたら部下になって忠義、仁義を果たすみたいなさ。だそういう国民性だったから、だから天皇陛下が頭を下げると。命乞いをすると。
で、マッカーサー、国民を助けてくれってなったら、マッカーサーがトップに変わっただけなんだよ。だそういう国民性の日本は。だから、その時の失敗っていうのが、今のね、アルカイダとか ISIS とか、ベトナム戦争とか、それが全然通用しないのよ。頭を切っても切っても増殖し続けるし、市民全員が兵隊みたいなもんなんだから、ゲリラ戦でしょ。なんだこいつらみたいな。日本はさ、もうね、頭をバーンって取ったりとか、一部をボーンってやって負けたと思ったらひっくり返るから、そこは難しいんだよ。だからさ、兵力は100倍あったのにさ、あのベトナム人は勝っちゃったわけよ。ベトナム戦争ってアメリカ負けてんだよ、うん、だし、イラク戦争負けてるからね、うん。でもアメリカはそれが目的じゃないからね。だからよく、あ、その ISIS っていうのがなんで生まれたのかっていう経緯を知らないけど、あれはアルカイダの時の仕掛けた戦争の仕方を間違えたから生まれちゃった国家なんだよ。アメリカが作った国家なんだよ、ISIS って。だから ISIS は気違いなわけじゃないんだよ。よく戦争を語る時に、イスラム教もフラットに勉強してっていうことをよく言ってて、イスラム教の人たちからしたらふざけんなって話じゃん。いきなりアメリカが間違った戦争で、勘違いで戦争を仕掛けてきて、勘違いじゃないんだけど、在庫処分しようとして、昔から宿敵だったやつをやっつけたわけだ、ブッシュの。お父さんの時にできなかったことを僕やったよってやったわけだ。ね？そんなことされたらさ、ふざけんなって話になるでしょ。うん。ヒカルに閲覧めっちゃ負けてるし、俺ヒカルくんと閲覧競ってないです。僕、あの、閲覧が多い方が正しいと思ってないんで、どうぞヒカルくんのところに行ってください。僕らは全然楽しんでるんで、はい。ヒカルくんが楽しい人はヒカルくんに行ってください。全然構わないです。僕、ヒカルくんと別に争ってないです。うん。邪魔しないでください。ISIS を、うん。さよなら。ISIS を叩くよりアメリカをなぜ叩かないんだ。そう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 。そう。だから、あの、日本人の面白いところだよね。うん、日本人のそこは面白いところだよ。負けたら負けた方が悪いって、そういう考え方なんだよ。負けた方が悪いっていう。うん。いや、ヨーロッパとかから見るとアメリカってめちゃめちゃ間違えてるっていう、傲慢な国っていう認識だよ。フランス人の友達でリスナーさんいたけど、アメリカ人大嫌いだっつってたよ。そしたらなんでって聞いたら、やっぱりあの、イラク戦争だって言ってたよ。あれは絶対間違ってるって言ってた。あんな非道なこと許せないっつって、イラク人に友達がいるんだって、うん。だからね、結局ね、その大陸が離れてるから、やっぱね、価値観が浸透してないんだよね、うん。あの大陸の中で世界の全てが行われてるっていう感覚だから、うん、まあ実際正しいよね、それが、うん。じゃあ、あと8分で終わりにします。アメリカに実質支配されてる国で、本気で政治マスメディアがアメリカを叩くわけない。あのね、支配されてるんじゃなくてね、ぬるま湯に浸かりたいっていうのが本音だと思うよ。日本人って伝統を守ったり文化を守ったりするのが好きな国民性なんだよ。だからもともと保守的な国家だと思ってるの。国民性自体がね、右翼がどうとかそういう話じゃなくて、伝統を守る、古き良きものを守るとか、ノスタルジックなのが好きなので、技術を磨いていくのが好きなんですよ。だからね、そういうね、祭り事とか上にやらせろっていう国民性なんだよ、市民からしたら。俺ら関係ねえよっていう。だから民主主義が合ってないっていうのが俺の本音。もともと社会主義にすごく近くて、あの、先進国の中で唯一完成した社会主義が日本だと思ってんの。だってさ、社会主義の理想系のシステムってさ、日本にしか思えなくない？どうなんだろうね。それがだんだん崩れてきて、ぐちゃぐちゃになってきたっていうか、アメリカナイズされてきたっていう感じかな。それでなんかいろんな問題が出てきてるっていうか、それに揺れてるって感じかな。うん。だからどうするのか決めないといけない世代だよね。でもまあ、年寄りたちがボリュームが多いから、俺らは参加する権利がないから子供たちに託そうって、やっぱ保守的なんだよ俺ら。やっぱ俺らの代も、いや、もう俺ら無理だから子供たちに託すかっつって棚上げすんだよね。うん。そう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 。そう。だからそれと戦ってたのがね、第二次世界大戦だからね。うん。要は、その、資本主義国家の奴らに好き勝手させねえぞって。我らは帝国軍であるっつって。こんな小さい島国なのに、うるせえっつって。
超イケイケだと思わない？俺当時の日本人って狂ってるぐらいかっこいいと思うよ。あの戦争肯定するわけじゃないんだけど、絶対勝てないって分かってんのに、あーっつって関係ねえよっつって、日本だぞっつってやべえ狂ってるよな本当。あ、おめえらがやんなら俺ら守っからっつって、俺らも統治すっからっつって、アジア全部軒並みやってくんだもんやべえよ本当。左翼ダメ右翼ダメとかじゃなくて、左翼ダメ右翼ダメっていうのはなくて、どっちもダメなやついるし、どっちもいいやついるんだけど、国民の気質っていうのを考えないとダメかなと思ってるね。別に革新派でもさ保守派でもどっちもいいと思ってんのよ、日本のためを思ってんなら。でもね、職業でやってる人たちいっぱいいるから、一番大事なことは日本が良くなるためには保守的な考え方も革新的な考え方も両方取り入れないとダメなんだよ、うん、そう。だから極論を言うやつは俺は信用しないよね、うん、極論は信用しない。ただ日本人は保守的な国家だと思ってるよ。うん、そう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 。そうそうそう。日本人の得意な部分でもあるから、逆に。要は行動を起こさずね、見守ることができるんだよ。見守りすぎててダメなところあるんだけど。だからね、ぶっちゃけな話、政治に関してはなるようになるんじゃねえかっていうか、その時のタイミングとかあるから、なるようにしかならないと思ってる、政治に関しては。そう。で、ちなみに言うと、俺、安倍政権はかなり頑張ってる方だと思う。正直言うと。なんか、憲法改正がどうとか、そういうビジョンの話じゃなくて、実際の通った法案とか見てるけど、かなりいいですよ。障害者に関する差別に関しても、法的罰則深めたりとか、キャンペーンとか見守ってきてるし、あと、ストーカー規制法とかネットの件に関しても賛同できることが多い。だからぶっちゃけよ、僕は安倍政権で今安泰だと思ってる。しばらく安倍さんに任せた方がいいんじゃないかなっていうのは俺の考え方。別に法律、今実際その やられてる法律、通ってる法律っていうのがちゃんと日本のこと考えてやってるようにしか俺は見えない。うん。だから、俺はそこを評価する。で、憲法改正については、憲法改正するんじゃなくて、一回国民投票に身を委ねて、国民に決めさせるっていうのが大事だと思ってる。うん、まあ、創価学会強いからね。俺だから創価学会にも偏見ないよ。なんでかっていうと、俺創価学会の知り合いいっぱいいるんだけど、リアルな友達で、リスナーさんにもいるんだよ。俺創価なんだよ、つって。めちゃめちゃいい人ばっかりだから。創価学会に変な勧誘されたとか、なんか騙されたとか一回もないんだよ。で、いい人ばっかりだから、別に俺、創価学会の悪口言うのが、なんかネットの情報を鵜呑みにしてるようにしか見えない。うん。別に悪いことされたことはないです。だから別に創価嫌いじゃないです、ぶっちゃけ。うん。ぶっちゃけた話ね。なんでコメント消えたんだよ。なんで都合悪かったの？どうしたの？ブロック入れてねえかんな、俺。なんで消すんだよ、自分のコメント。都合悪かったんだろうね。共産党？うん。共産党も俺好きじゃん。全然嫌いじゃないですよ、共産党も。創価嫌いな人はネットの洗脳。だって創価学会に実際に被害あった人ってあんまいないんだもん。うん。いる？この中で創価学会になんか物投げられたとか、集団的ストーカーされたとか、それ創価学会にいる気違いにされただけなんじゃないの、たまたま。うん。なんかね、権力闘争に巻き込まれて洗脳されてるようにしか見えないんだよね、うん。そんなこと言うなら、ダイソー行くなよとか言いたいよね。ブックオフ使うなよとか言いたくない？創価学会で大企業で、お前らが使ってる企業どんだけあるんだよっていう。俺別に創価学会じゃないですよ。擁護もしないし、批判もしないっていう。別に悪いと思ったことは一個もないです。ネットでなんか統合失調症の人がいっぱいいるんだなぐらいですか。相当勧誘されたんだ。それは言っていいんじゃん。俺さ、勧誘されたら喜んじゃう立場だから、連れてけっていうタイプだろ。集会に連れてけって言うけど、いや、和藤さんはいいですって、創価学会の人に断られるんだよ。もう、要は、その仏教の大乗仏教、ここダメなんだよとか、創価学会に言っちゃうから、俺。法華経間違ってるよとか言って。で、結構さ、信者さんで話聞いてくれるから、おーっつって、こいつやべえなと思って、全然理屈通ってんなって感じ。立ち悪いなって。
だから集会連れてってよとか本部連れてってよっつっても、いや和道さんはいいですって断れる。はい、皆さんありがとうございました。おやすみなさい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。